はい、じゃあそれではです、ねえー、本日はえ入門講座の全体構造編ということで、えー、と今日、ね、えー、入門講座の方はまあ初回ということですので、えー、まずはあの民法のえ本論編に先立ってです、ねえー、全体構造ということで、まあ、今日1回の講義で、まあ、これからまあ初めて法律を学ぶということを前提に、まあ、実際、法律の勉強というのがまあどういうふうなものなのかということとか、まあ、あとは具体的なまあ学習の方針みたいなものを、ねえー、まあ具体的な事例であったりとかを使いながら説明していくことになります。で特にに民法に 入ると最初にさ、早速、ねえー、具体的な内容が入っていくんだけれども、まあ、実際、そもそもなんか法律の解釈とはどういうものかとか、まあ、もしくは事例問題を解くにあたってどういうふうな視点で、えー、考えていかなきゃいけないのかという,もう全体にまたがるような考え方それからまあ法律というのも一応、読み方が決まっていたりするので、まあ、そういう法律の読み方とか、まあ、そういうまず法律の学習の前提となる作法みたいなものを、ねえー、今日の講義の中でえ学習していくことになります。 で使うものとしてはですね一応、レジュメという形で全体構造編のオリジナルレジュメというのがありますのでこちらの方でである程度今回は使うものについてまとめてますのでこちらの方をベースに進めていくことになりますで特に今日の全体構造編第1回の中では特段がっちりとした復習は必要ありません。 あのまず法律のまあ実際の勉強の仕方であったりとかまあそういう考え方みたいなのを抑えてそれでまあ何かあの確認しようかなという時にまあ適宜参照していければ十分だと思いますからあの民法の本論編の講義が始まるとまあ毎回の講義の内容についてはまあしっかり復習しましょうとまあいう形でまあ具体的な復習内容も含めてえちょっと具体的にまあこういうことをやるという形で。 まあ何,らか何らかの形でえ復習教材みたいなものを使ってやっていくことになりますけれども、全体構造編についてはまあその辺のところは特に気にせず、まずはね気楽に聞いていただければという,ふうに思っております、でまずあのレジュメの方ですけれども、まず1ページ目のところで、本当にあの法律学習の入門みたいな話から入っていきます。 まあ、一応全体補送の総論ということになりますが、まあ、まず、最初になんか法律の勉強とは何なのかという、えー、ところですで一応予備試験というふうに書いてますけれども、まあ究極的にはね あの入門講座の目的というのは、まあ、あの予備校である以上は試験に合格することであって、まあ、法律をなんか詳しくなって、ねえー、法律学を極めることという風なものではないわけですよねおそ、えー、らくは究極的には司法試験ということになりますし、まあ、その前の段階で予備試験ルートを受ける方は予備試験だし、ねえー、法科大学院ルートであればその、えー、希望する法科大学院の入試。 まあ、もしくは国家公務員の総合職とかも、えー、検討している方は、まあ、国家公務員の総合職の試験といったように、まあ、試験に合格するという意味で必要な法律の学習という点でいうと、まあ、究極的には論文が書けることです。えー、これはあのー もちろん担当式試験というマークシートの問題もありますけれどもそのもちろんその担当の問題というのは別に司法試験予備試験に限らず、まあ、他の法律系の資格だったらまあ担当式というのが多いわけですよね、えーまあ、合ってるか間違ってるかをまあ丸ばつけていくといういわゆるマークシートの試験か中核ではあるんですが、えー、基本的には、えー、まあ予備試験、えー、法科大学院試験、えー、司法試験とも、えー、にえ共通的に重要になってくるのはやっぱり論文なんですよね。 でやっぱり司法試験なんて一応担当式は出ますけれども,もう論文式試験の配点の方が圧倒的に高いですし、えー、まあ予備試験であれば、まあ、そもそもロースクールだったら、ね、あの論文の試験っていうのは。 論文の試験のみっていうケースの方が圧倒的というかね、えー、担当は課されずもうほぼ論文1本ですしあとは予備試験も担当はありますけれども担当を受かった後の論文では担当の試験の成績って全く加味されないわけですよ、えー、担当でいかに、ねえー、満点近い点数を取っても、まあ、論文式試験ではもう合格者全員がまた横一線で始まりますでそしてまあ論文がやっぱり天王山になってくるということを考えると、まあ、結局、論文をどれだけ書けるようになるのかということがその まあ法律の勉強において特に試験対策の法律の勉強において重要になるとじゃあ具体的には論文って何なのかなんだけど、まあ、これもですね今日全体構造だから1回目にちょっと触れておくとあの正確に言うと論文ではなくて論文式試験なんですよこれは何が違うかというと自分の意見を書くことが求められている試験ではないんです 例えば一般的に論文だったら自分の考えだったり自分の見識みたいなものを書くそれが論文なわけですけれどもあくまでもこの法律の試験で問われる論文式試験というのは回答のあるものです具体的には事例問題というふうに書かれてますけれどもこの事例問題というのが出題傾向の中核を占めるわけですよじゃあ事例問題って何なのかというと例えば分かりやすいのは刑法とかですかね これから刑事系の問題とかやっていきますが刑法といった場合例えば問題としてどういうふうに出るかというと具体的に複数の登場人物がいるんですよで登場人物がいてその誰かしらがなんか法に触れそうな,なかうさんくさいことをするんですで法に触れそうなうさんくさいことをしていてでそれでこの人に何罪が成立しますかと、まあ、いうことを検討させるというようなもの。で 例えば刑事系だったらその犯罪が成立するかどうかについて、えー、それを見解として、えー、その犯罪が成立するかどうかを論じなさいと、まあ、いう出題です。 で例えば、えー、民事だったら、まあ、例えばですけれども、まあ、お金を貸したけど帰ってこないとか、えー、自分の住んでいる、ねえー、建物に何か知らない人が、ね、不法占拠しているけれども出てってくれないとか、まあまあ、何らかの民事紛争ですね、えー、民事的な紛争について問題文が比較的長めの文章で、えー、も事例が書かれていてでその事例の中で、えー、当事者が例えば、えー、金を返してくれないという場合だったらその返還請求、えー、それが認められるかどうか。 まあ明け渡しを求めるんだったら明け渡し請求が認められるかどうかまあそういったことについて論じなさいというような問題ですででそうするとこの民事系にしろ刑事系にせよね聞かれていることは何なのかといったらその具体的な事案においてどのような結論が出るんですかということを回答するわけですでその時にあ私はこう思うじゃまずいわけですよねどうしてかというとこの法律実務化登用試験です司法試験は。 とすると例えば、それは条文に書いてあって条文で解決できるんだったら、まあ、例えば、ね、法律のこの部分に書いてあるとでこの部分の法律を適用すれば、えー、例えば返還請求が認められるんだとかね、えー、例えば刑法だったら例えば窃盗罪というのはこういうことをしたら窃盗罪になるとて条文に書いてあるでその条文に書いてあるものが、えー、それに当てはまるかどうかそれを見て、えー、当てはまるのであれば窃盗罪が成立するといったように、まあ、条文の適用によって解決できるものというのは正解がまずあるわけですよ。 ででもちろんこれ条文というのは今日やりますけれども条文だけで解決できないものというのもありますただ、条文だけで解決できないものというのはえ実はです、ねえー、この法律の勉強で条文と同じぐらい重要なもので判例というのがあるんですよ、でこれは何かというと、まあ、ある具体的な事,事例に関して最高裁判所が示した判断のことを判例というんです。でそうすると例えばこの 事件についてはこの条文だけでは解決できないもしくはその条文だけではやっぱり解釈が必要になるとかねそういう場合には条文プラス最高裁の判例、えー、つまり同じような事例でねこういうような事件で最高裁はこういう理由でこういう判断をしたことがあるとで,で最高裁の判例っていうのは先例として意味を持つからそうするとこの事案でもその最高裁判所の考え方最高裁判所の取った考え方に従えばやっぱり 同じような結論になるよねとかねもしくは最高裁判所はこういう事件でこういう結論を出したけれども今回問題になっている事案というのは最高裁で問題となった事件とはこういうところが違うとそうすると判例と同じような結論にはならないんじゃないかといったようにその最高裁判例の知識を踏まえてでそれが実際この事例にどう適用されるか問題となった事例にどう適用されるかみたいなことをえ自分で書いていく。そううするとこれっていうのは あの基本的に回答があるんですよね、えーまあ、で実際、例えば刑事系だったらこれ回答がないということになっちゃうと、じゃあ例えば、ね、検察官によって、ね、起訴するかしないかというのが大幅に変わっちゃうことになるだろうしね、ね、まあ、民事事件だったら、ね、裁判官によって、ね、認められるか認められないかが、ね、180度変わっちゃう、まあ、そういうふうなことになっちゃうわけだけど、基本的には試験で問われる問題についてはそういうことはありません、えー、きちんとした実務化であれば、えー、ほぼすべての人が同じ結論になるような事案。 えー、というものが出題されますからそうすると、まあ、このように、えー、この具体的な事案解決が求められる出題形式の方がまが、あ、この。 事例問題ということになりますが、まあ、民事とか広報であればまあ具体的な紛争に至る経過が示されます、えー、まあ例えば時系列に沿ってこういうことがありましたみたいなことが示されていてで一方当事者の主張相手方の反論みたいなのを踏まえて主張が認められるかどうかみたいなのを検討する問題だったりとかまたは刑事系だったらまあ特定人、まあ、大体複数人がうさんくさいことをやっているでそのうさんくさいものについてその犯罪の成否を検討するというね、まあ、刑事系だったらそうなると。で まあ民事系広報系というのは認められるか否かを検討するというね、まあ、違いはあれども結局具体的な事件が問題で出ますで具体的な事件について解決できますかってことを聞かれるのでこれをどう対処するのかというのが、えー、まあ法律を勉強する上でのまあ一番ゴールですということですねだからも,もちろんね入門講座の中では、えー、この法律の中身であったりとか、まあ、言ってみればその法律の 抽象的な議論というのはもちろんこれは避けて通れないですだけれども、まあ、そこから一歩離れてじゃあ具体的に事件の中で使えますかというところまでいくのが、まあ、やっぱり重要になってくるわけですねでちなみにこれはねあの民事刑事広っというふうに一応ここ3つ書いてありますけれどもあのこれは具体的に言うとどういうものかというとその民事系というのはこれから勉強しますけれども民法のように詩人と詩人との間の紛争、えーまあ、を解決するためのものです だから例えば,、ね例えばね、売買契約とか言って例えば売り主と飼い主が何か契約を結んで、ね、カメラを売ります、買いますみたいなそういうふうな契約が結ばれた時の契約トラブルなんていうのはこれは売り主も飼い主も私人ということですねこの私人とは私人ということですけれどもその私人の紛争ということであればそれを解決するためトラブルが起こった時には民法を見てそれで民法のルールから解決を探ると。 そうすると、そういうふうなその詩人と詩人との間の対立関係みたいなものを起立するものが一応民事系ってことになります。いいですかね、でそして刑事系というのはこれ犯罪の成否をつかむものでそして最後に広報系というのはこれは憲法なんかが、えー、典型です、えー、この広報系っていうのは、まあ、憲法なんかが典型でこれは何かというとこれは公権力と詩人を起立するものになります。 えー、貢献力と機知人を規律するものってことになります。えー、まあちなみにこれは詳しくはまた7ページのところで最後ね扱っていきますけれども、まあせっかくですので少しまえーねえー、そうするとまあ少しこの7ページのところをちょっとね最初に見ていくと。 こちらですね広報と司法の区別というのがありましてで一般的なこの広報というのはこ,ちら、ね、これは、えー、公権力対私人をすするものになります、えー、例えば、えー、憲法なんかが典型的なもので、えー、憲法というのはどういうものかというと例えば、ね、私たちは憲法で、まあ、聞いたことあるかな憲法21条で表現の自由ってあるわけですよ。 でこの表現の自由というものは私たちは基本的人権として生まれながらに持っているんですよで憲法21条はどう書いているかというと表現の自由は保障すると書いているでこれは何を意味するかというと、まあ、とりわけ国家権力になるけれども公権力が私たちの,その持っている人権を侵害してはならないという法律なんですよ。だからこのの憲法っていうのはね なんか一見するとなんか私たちは表現の自由がありますよとうう国民の権利として規定されるけれども、えー、日本国憲法というのは国の在り方なんですよね、えー、日本という国家の在り方を決めた法律なので、えー、憲法21条で表現の自由が保障されているというのはこれは国家が私人に対して正当な理由なく表現の自由を侵害してはならないという意味を持つということは例えば私がです、ねえー、駅前でビラを巻いているとします でそれの駅前でビラをまくことを禁止する法律ができたとしますよねそしたらそれは私の表現の自由を侵害しているわけですよでその侵害っていうのは先ほど触れた通り国家権力が私たちの表現活動を侵害することは正当な理由なくは許されないそうするともしそれを正当化するだけの根拠がなければその法律は違憲ってことになるわけですよ でもしそれを許容するだけの正当化根拠があるんだったらその私,私がビラをまくというそういうふうな、えー、私の行為ですよねこれ,はこれは詩人の権利ということですね詩人の持っている、えー、憲法21条で保障されている表現の自由の制約として、まあ、正当化されるならばそれは合憲になるということで例えば、合憲か違憲かというのはまさにこの詩人に対する国家権力の侵害、制約それが許容されるかどうかをテストしてくださいという問題で これをっていうふううふに言うんですつまり広報の場合のプレイヤーというのは、まあ、貢献力対詩人なんですでこれはもちろん法律だけではなくて、えー、例えばまあすごく身近な例で言えば、えーまあ、身近かどうか分かりませんけれども、えー、例えば高校の公立高校の先生が、えー、学生生徒を退学処分にするなんていうのは広報関係になります。 もちろんこれは私立学校だったら詩、ね、人対詩人になるけれども例えば公立学校がその学生を例えばですよ退学処分にするという場合にはその学校長というのは公権力ですから公立学校であれば、ね、公立学校の学校長という公権力が詩人に対してそれをなんか侵害するというかそういうことを行っているわけだからそれが許されるかどうかというのは公法関係になる、でこの公権力対詩人を基礎付けるものをこの公法関係と言います。だからまあ例としては 憲法がこの広報ってこのとになりますでそれに対して司法っていうのは司法っていうのはこれは詩人と詩人の紛争なんですよ、えー、詩人と詩人を起立するものが民法ですだから貸した金が返ってこねえだとか、えーね、例えば車に引かれたから損害賠償しろとかね、まあ、そういったものもそうですよね 詩人と詩人との間のトラブルをどのように分則解決していくのかというのが司法ということになりますそうするとこのまず最初に学習してほしい学習していくのがこれから7科目勉強するんだけれども大きく分けると3つの系があるんですよあのまず広報系っていう概念これは公権力と詩人の間で公権力に対する詩人の権利制約が許容されるかっていう議論ですちょっとここはちょっとコメント入れておくとつまり という問題ですだから例えばある法律とかある条例が出てきたときに、えー、それが合憲ですか違憲ですかっていう問題はまさに、えー、その話として位置づけられることになるわけですよね。でそれに対して詩人対詩人っていうのはこれは詩人間の紛争をどう解決するかですよ。 まあこうやって見ると目的が全然違いますよね、えー、こうやって見ると目的が全然違うもので,でこのようにま,あまず最初、えー、広報関係と司法関係というものは明確に区別していくことになりますであとはね、あのー、資格試験というか司法試験の世界ではあともう一つ刑事系というのがありますこれはさっきの犯罪の成否ですよこう書けるかな 犯罪の性っというのが問題になってくるのが刑事系ということで,で私の入門講座ではまずは民事系がありますまずは民事系として民法、それから商法これはまあ商人とか会社に関する規律ですね民法と商法とあと民事訴訟法、まあ、民事訴訟に関する規律ということで、まあ、民法、商法民事訴訟法の3科目の民事系でそして次に刑事系として憲法 刑事系として刑法犯罪の成立についての法律である刑法とあとは刑事訴訟法、えー、実際にその刑事裁判に関する手続きの刑事訴訟法というのをやってで最後に広報系ここにあるように、まあ、公権力と私人との関係というとで憲法と行政法という7科目でこれが司法試験の、えーまあ、いわゆる論文と呼ばれる7科目ということになるので、まあ、その7科目をまあ1年間かけて、えーまあ、しっかりと。 えまあ入門としてしっかりまあ論文書けるようなところまでえしっかり知識を習得していくと、まあ、いうことを目標にしていきます。で基本的には入門講座でどのぐらいの知識つくかっていうと基本的に知識レベルで言うならばあの正直予備試験司法試験の合格に必要な力のほぼすべてはやりますで。もちろんそれと論文を実際に書いて どどんどん、ね、事例をと解き慣れていってで具体的なちょっと長文事例にまでしっかりやっていくってことになるとそこはトレーニングが必要になるからそこはもちろん、ね、2年講座であれば二年目講座の中の合格との作成講座とかそういうところで、えー、もう徹底的に数こなしていく形でトレーニングしますがただ、少なくともその知識面、ね、その出題される知識面についてはもう入門講座でほぼ全てカバーするのとであとはまあ入門講座の中でもそうだし、えー、論文基礎力養成答練の中であの一通りの論文はちゃんと書けるようにします。 なので、まあ、実際、まあ、1年間が終わった段階ではその必要な知識というのはまあほぼほぼ、えー、習得されている状態、まあ、特に論文,、ねえー、論文で必要な知識はほぼ全て習得されていてでかつ、えー、論文の型というののかな、えー、論文の書き方みたいなものは全科目についてとりあえずあのしっかり回っているという状況というのが一応、講義のまあ目標であり、まあ、講義の一つの一、ねえー、個の達成基準となります。 でで一応、このように、まあ、広報と司法というのがあってちょっと話戻っちゃうけれども、ねまあ、いずれにせよ、ね、あの民事系、刑事系、広報系という、ねえー、それぞれ民事系刑事系系系刑広報系というそれぞれぞ、まあ、ありますけれども結局、聞かれることは具体的な事例に対して問題解決ができるかということにつきますじゃあどうやって解決するんだということになりますわねじゃあ、その時にじゃあせっかくだから今日は、まあ、身近な事例問題1問やってみようということになるんです。でそれがです、ね、今日2ページ <laughs> ちょっと前振りがちょっとねあの長くなりすぎないように具体例をちょっとやってみましょうあのまあこれなんかあの身近な事例ではありますけれどもこの事例の中でその法律についての考え方みたいなのは結構身につけられるように一応問題を作っていますまず事例としてはこういう感じですかね令和3年の1月5日 X は Y に対して返済期日を令和4年1月5日まあ1年後だね えー、令和4年1月5日として100万円を貸し付けたが、まあ、Y は一向に返済しようとしないとで X は、えー、令和21年、まあ、相当先ですけどこれもあのちょっと将来の年月日になっちゃいますけども、えー、令和21年10月7日、えー、Y に対して、えー、いい加減に貸した100万円を返してくれと、えー、口頭で催促したそうすると Y としては、まあ、もうすぐ大きな仕事の収入が入る予定だから頼むから年末まで待ってくれと、えー、懇願したため、えー、X はしぶしぶこれに応じたいいですかね で、しかし Y は X に対して一切返済することなく、まあ現在に至っている。まあもちろんこれ令和21年の後の世界線の話ですね、えー。その後はずっと返済することなく現在に至っていると。で、X は Y に対して100万円の返還を請求することができるのかという、そういう問題です。 でこれをじゃあちゃんと法律論文として解きたいという場合まず出発点は何かというとまず X が Y に対して100万円の返還を請求することができるかということですからまずは,、ね、これは民事系の問題ではありますけれども当事者は要は貸した金返せということを求めていますよね。そういうことはその貸した金返せということを求めるためのもちろんこれは法的根拠がいるわけよ。でそのの法的根拠とというのがまず条文としてあるわけです でで具体的に今日はねあの、講義の中では民法の講義からは、えー、具体的に6法を、ね、持参していただいて、でそれでまああの6法を、ね、引きながらやっていくことになりますが、今日はまあ全体構造編ですので、えーまあ、6法については必要ありません。えー、どうしてかというと、えー、必要な条文全部後ろに載っけてます。えーっとね、9ページですかね、えー。9ページのところに一応条文がありまして、 まあ、例えばこの587条という条文があると思うんですね。えー、条これは6法を引くと、えー、載ってます、えー、587条消費対策というの載っていてで、そうするとこの587条という条文を見ると、えー、消費対策は、えー、当事者の一方が種類、品質、および数量の同じ物を持って、これ、物というものですね、えー、種類、品質、数量の同じ物を持って変換することを訳してですね。 相手方から金銭その他の物を受け取ることによってその効力を生じるとされていますでこのようにあの種類品質数量の同じ物を変換することを訳して相手方から受け取ることでこの消費貸借という経過成立とされているでそうするとこの条文っていうのは、まあ、どうなっているかというとその返すってことを約束して相手方から物を受け取ることで この消費貸借というこれ契約なんですけれどもが効力を生じるとされています。で今回問題の事例を見ると少なくともこれは約あの条文の要件満たしてますよね。このように約束してます。この返済期日をね決めて100万円を貸し付けたということはそうするとこれは まあ100万円だから種類、品質、数量の同じ物を持って返すつまり、受け取った100万円と同じ金額を返すってことを約束してますからね、えー、受け取った100万円と同じ金額の100万円を返すことを約束した上で100万円受け取ってますからそうするとこれっていうのはどうなってるかというと、えー、民法587条の消費貸借契約というものがここで成立してるんですよいいかな で契約が成立するとどうなるか、えー、これは今日学習していく内容になってきますが基本的には契約が成立するとお互いに権利と義務が発生します、えーまあ、契約って何なのかって言ったら、まあ、契約ってのはまあ言っても約束なんですよね、えー、約束なわけでその契約が発生するとその効力を生じるでこの効力を生じるってことなんだけどこれは え契約の効力というものは大きく分けるとこれちょっと複雑な言葉というか初めて聞く言葉をやりますがえ債権の発生原因と言われていますで債権って言葉はおそらく聞き慣れないところだと思うのでこれからまた、ね、ちゃんと説明していきますけれども相手に対して何かせよという請求権なんですよでそれを債権って言いますあごめんなさい いろいろやりながらいろんな言葉をやりますのでえ契約の効力というのは債権の発生源になるで債権とは何かというと人から人に対する請求権のことを言いますえ例えば例としては 売買契約ってありますよね、えー、売買契約が成立して売り主と買い主との間でちなみに契約というのは民法の1回目でやりますけれども原則は意思の合致で成立するんです原則はねだから例えば売買契約っていうのは、えー、例えばねこのパンを100円で売りますっていうお店とこのパン100円で買いたいですっていうお客さんの意思が合致すれば契約が成立しますで契約が成立するとどうなるかっていうとお互いにこれはね請求権が発生するんですよ どういうことかというと契約が成立したら売り主は飼い主に対して100円でパンを売ったわけだから100円払ってくれっていう代金を払えっていう請求ができるで逆に買った方はっていったら買ったんだからパンをよこせというふうにパンの引き渡しを求めるという請求ができるわけですよねで、まあ、このようにちょっとこの前のページのちょっと空欄のところにち,ちょっと契約の性質みたいなちょっとねあの説明していこうかなと思ってるんですが基本的に例えば 売り主と飼い主がいて、これ民法の1回目でもやりますので,で、基本的にはこのように、例えばですよ、意思の合致によって契約が成立するんです。民法の先出しになっちゃいますけどね。まあ、意思表示の合致によって契約が成立する。でそうすするるとと契約が成立すると 契約の効果として何ができるかというと債権が発生するからそうするとまあ売り主がここにパンを持ってるとパン,パンにしましまょうね、えー、売り主がパンを持っていると、まあ、いう場合であればそうすると売り主は飼い主に対して代金請求権ができますよね、えー、お金をよこしなさいよというふうに言えるわけですよでそれに対して飼い主は売り主に対して パンを引き渡せということで引き渡し請求ができるわけですでこのように契約が成立すると、まあ、売主と買い主との間で契約が成立すると、まあ、今ここで書いた通り債権というのが発生しますということになるわけです さっきも言った通り債権というのは人から人への請求権が発生するだから私たちは当たり前のようにあの例えばですけど何かを売ったら金払えっていうし買ったら物をよこせっていうのはそれはその契約の一般的効力なんですよその契約の効力としてこのようにお互いに請求権を持つことになるわけですでちなみにこれはねもう一つ契約の効力で重要なのが これ、ね、債権という概念ともう一つ物件という概念があるんですでこの2つを今日はしっかりとまず、ね、まだなんかさっきの事例問題の、えー、まだ触りなんだけど知っておいてほしいんです物件というのはこのパンについてだったらパンの支配権というのは基本的に売り主がパンを支配していますこれは一般的に所有権、まあ、よく言葉として言いますよね まあちょっとパンにしちゃったからあれだけどパソコンとかの方が分かりやすいかな <laughs> え例えば売り主がパソコンを持っていてでそれによってパソコンをまあ支配しているわけですでこのようにあの物件といって物に対する支配権というものもあるんですよね権利にはでまあ民法の世界では大きく分けて2つの権利があって債権と物件という2つの権利があるで債権というのは人に対してこれせよ、あれせよというふうに人に対して請求することが債権 で、物件というのは、物に対する支配権。えー、例えば私がパソコンを所有してるんであれば、そのパソコンについて私が独占的に使えるわけです。で、そのパソコンを独占的に使う物に対する支配権のことを物件と言います。で、ちなみに契約が成立するとどうなるかっていうと、物件はその時点で原則移転します。つまり、この所有権というのは、飼い主に移転するんです。こういう感じ。えもともとあった、 所有権というものが、えー、飼い主に移転するということになりますそうするとこれは何を意味するかというと、まあ、所有権というのは物件ですよねあさっき言った通りねえいいかなでそうするとこれは何が起こっているかというと物件の移転が生じているんですよねという感じなんです で、そうすると、結局、契約によって生じるものは何かというと、債権が発生する。まあ、これは契約当事者間ね。えー、売り主と買い主との間の契約当事者間で債権が発生するのとともに、えー、契約が成立すると、所有権が売り主から買い主に移るという、えー、物件が移転するという、まあ、二つの効力が生じます。まあ、ちょっと話があれですけど、で、物件というのは、これは人から物への支配権です。人から物に対する支配権。 こういったものが移転すす。るとされていますで一般的には契約というのはこういういうに、えーまあ、2つの大きな効果があってだからその契約というのは何なのかというと一般的にこう言われてのよ。債権の発生原因であって物件の変動原因であると、えー、つまり契約が成立することによって債権が発生してそして物件が移転するんだというふうにまあ説明されますそうするとこの587条の話をちょっと戻すとね、えー まあ貸した金配送というのはなぜなのかというとさっきあの契約の成立についてはねあのまあ基本的に意思の合致と言ったんですがこれはちょっとあの消費対策というこれお金の貸し借りみたいな契約なんですがこれだけはちょっと変わっていて約束プラス受け渡しまで必要ですこれは用物契約といってちょっと特殊なものなんですがまあ本来は意思の合致だけで成立するんだだよね本来は意思の合致だけで契約で成立するんだけどこの消費対策というね えまあ典型的なお金の貸し借りですけれどもお金の貸し借りについては返還することを約束してお金を渡すことが必要になりますがで少なくともその要件を満たせばこのように債権というのが発生するわけですで債権の発生原因であとはまあさっき触れたとおりまあ物件の変動原因とまあ一応 プラスって形でまあ契約の一般的な効力としては債権の発生原因と物件の変動原因ということになります。で物件というのは人から物への支配権のことを人から物への支配権のことをまあ物件の変動原因というふうに呼んでいくことになります。そうすするととと話をちょっと戻すと じゃあ契約の効力は結局何かって言ったら、まあ、債権の発生原因なんだから、貸した金返せという請求権が発生しているってことです。いいですかね。つまり債権の発生原因ってことは、結局これっていうのは、 まあ貸金返還請求権が発生するということになりますよねそうするとまあ私たちが日常的に当たり前に貸したものは返しなさいよというのはあの道義的な問題ではなくて法律上の問題としてこう組み込めるわけですよ、えー、つまり587条でこういうふうに決まっているこの要件といいます要件を満たした場合効果として貸金返還請求権が発生していると。 で、実際さっきの事例だったら、えー、この消費対策契約が成立していることが認められるから、貸している側はもちろん返済期が来ることは前提です。返済期日が来たら返せっていう請求ができるわけですね。じゃあ、一応ここまでのところがまず最初の出発点にはなってるんですね。じゃあちょっと戻りますね。そうすると、まあ、ちょっといろいろと書き込みながらになっちゃいますけれども、そうするとまず X は Y に対して請求するのはなぜかっていうと、まず一番最初に、 X が Y に対して民法587条があるから貸金返還請求で返せとこれ SK はちょっと請求ってことをちょっと略して講義の中では私結構この請求 SK って書いたりするのでえ貸金返還請求権があるから返してくれよとまず X は Y に対して言うでしょうねじゃあこれが認められればもう終わりですよね え、貸した金返せって言えるわけです。で、ただこれはもうキャッチボールなんですよ。貸した金返せって言われた方は、はい、そうですかとは言わないわけです。Y には Y の言い分があるはずです。じゃあ、とりあえずちょっと戻りますけれども、じゃあこの事案でね、じゃあ Y としてはお金を返したくないというなんか理由はないでしょうか。そしたら、どうも見ている限り、相当時間経ってますよね。 えまあ見る限り令和21年10月7日に返してくれって言ってでその後なんかしばらくほったらかしになって一切返済することないということはまあおそらく聞いたことありますかね時効ってやつえつまり X が金返せに対して Y はおそらくまあ返,し返さない根拠があるならばそれを考えるそしたらもう時間が経ってるんだからもう時効で返しませんよということがあり得るよねそしたら今度はその時効の条文を探すんです その要するに時効が完成している場合には債務っていうのは消滅するんです。で、そうするとそのような条文を探す。で、この条文の知識っていうのは入門講座で学ぶんですよ。こういう条文があります、こういう条文がありますっていうね。その検索の方法も含めて学んでいくことになるけれども、ただそうするとここで、えー、まあ実際今回条文も最初にやっちゃうけれども、まあ166条っていう条文があるんです。で、さっき債権って言いましたけどね。債権は消えるんですよ。次に掲げる場合には時効によって消滅する。ということは、 ここに書かれてるこの要件を満たせば消えるんだと次に掲げる場合には消滅するということは Y としてはこの次に掲げる場合に当たるならば返さなくていいってことになりそうだよねじゃあ実際見てみましょうじゃあ1号2号って書いてあるんですが債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しない時2号え権利を行使することができるときから10年間行使しない時には時効で消滅するとされている そうすると、まあ、今回、どちらもできるんだけれども一般的には、この上を使うことが多いですつまり、権利行使できることを知ったときこれは通常お金を貸している人をこれは債権者と言いますあの一応、これも初めて使う言葉なので確認ですけど債権,を要するに債権を持っていてその権利を行使する人が債権者で権利行使される人を債務者と言います。 だから大体お金を貸すって話だったら貸してる人が債権者で、えー、借りてる人が債務者になるっていうのは要は矢印でいうと矢印の根っこに当たるのが債権者で先っぽに当たるのが、えー、債務者ってことになります。ですからまあよく出てくるのはこういういうに売買契約だったら売り主は債権者ですか債務者ですかって言ったらこれはどっちでもあるんですよ。いいですね、例えばこの売買契約があってね でこの売買契約の売り主は債権者ですか債務者ですかって言われたら代金請求については債権者です,いいです、ね、代金請求については債権者ですだけど引き渡し請求については義務を負ってますよね引き渡しについては債務者になるから売り主っていうのはその債権ごとに、えー、それは債権者なのか債務者なのかが変わるわけですから、まあ、代金については債権者で引き渡しについては債務者であるとで飼い主については逆ですよねっていうことになります でそうするとまたちょっと戻りますけれどもそうするとさっきの166条の条文を見ると債権者、これ,はこれは貸主ですねで権利行使できることを知った時からと言っていますが通常は貸主は弁済給が到来すれば権利行使できることを知っています、通常ね。 弁細期の到来だね、まあ、こんな感じですよ。 まあ弁済期が到来することによってまあ権利行使できることを知るのが通常ですからそうするとさっきの事例ちょっと2ページ戻ってみましょうかえ2ページのところではもう令和4年1月5日に通常は知りますということはその令和4年の1月5日の弁済期が到来すれば債権者というのは権利行使できることを通常は知りますということはそこから5年間経つとまあ言ってみれば この次に掲げる場合の1つの要件を満たしてますよね。その次に掲げる場合の1号の要件を満たしてますから、そうするとそれは時効によって消えますから、ということは、Y としては金を返さなくて良いってことになるよね。い,いかなここからちょっとテンポをよく見ましょうか。そうすると、ちょっとまあ2ページに戻るけれども、そうすると、X から Y に対して貸金返還請求があったけれども、それに対して Y は X に対して、 民法の百六十六条、これはこう読み方はやりますけど、一項一号って読みます。一項一号って読むんですけれども、消滅事項ですね。さっき要件要件を満たしてました。債権者である X は債権者である X は弁済期をやってきたと。令和四年の一月五日でしたっけ？令和四年一月五日に弁済期が到来した。で、そのことをえ知ったわけです。 で知ってから5年間権利行使をしなかったわけですよほったらかしにいたということはえー、っとっていうふうに反論するわけですよでこの反論が認められれば Y の勝ちです Y の価値ですで現にまあ一応要件満たしてましたよね、えー。ということはこの消滅事項によって、えーまあ、ちゃんと書くと債権消滅ですね。ちゃんと書きます債権消滅で書きましょうかね、えー、消滅事項によって債権が消滅したってことになるから X の主張を潰しすわけですよ。じゃあこれでもし X に反論ができなかったらもう負けです、X の。 でも、X としては何か言いたいよね。じゃあ、X として何が言いたいかって言ったら、ちょっと見ていきましょう。じゃあ、これで、返す、返してもらえないのかっていうと、実はこれね、X としても今度は何かねえかなってみると、あれ、この人返すって言ってねっていうところがあるんですよね。ええー、まあちょっと令和21年の10月7日に Y に対して、もういい加減に貸して100万円返してくれと口頭で催促したところ、えー、Y は、 もうすぐ大きな仕事の収入が入る予定だから年末まで待ってくれと懇願したつまり令和21年の10月7日に確かにこれは消滅事項の完成してるけれども返すって言ってるよねということはこれが何か条文上意味がないかと法律上意味がないかということを考えるわけですそうすると、まあ、法律の勉強していくとこれはですね時効っていうのは完成すると、まあ、消滅事項っていってね えー、時効期間が経過すると、えー、債権は消えうるんだけどただこれ実は条文見ると152条という条文があるんです、えー、時効は権利の承認があった時はその時から新たに進行を始めるんです、えー、でこの権利の承認っていうのは、まあ、言ってみればその、まあ、その例えば貸金だったらお金を借りてるという場合にはその貸金返還請求権とかね そういったものを認めたら新たに進行を始めるとされているこれは民法152条で、えー、規定されているわけですねで、まあ、少しここは、えー、説明していきますけれどもこれを、ね、法律用語で更新というんですつまりあ新たに進行を始めるということですがこれを一般的に更新と言われていてでこれはいわゆるリセットなんですよつまり 一から時効期間やり直すとといいううののがこの更新という制度、まあ、詳しくは民法でやりますからねじゃあそしたら X としては何とかして Y の時効の主張を潰したいっていうことから、えー、このさっきの事実ねあいつ認めてたじゃないかとじゃあ認めてたっていうことを何だか法律上何かないかって考えるとこれに当たるんだよね権利の承認があったで権利の承認があったっていう時には結局これってのは何なのかって言ったら さっきちょっと触れましたけれども、えー、まあ、認めてるんだよね。その、返してくれって言ったら、年末まで待ってくれって言ってるんですよ。ということは、それって貸金返還請求権があることを認めてますよね。ということは、貸金返還請求権があったのを認めてるならば、それは、時効はリセットされるんだってことになるわけです。で、そうすると、それを戻るとね、ちょっと2ページに戻ると、再反論があり得ると。つまり、X は Y について、 えーまあ、言ってみれば、あれですよね、令和21年の10月7日に、X の権利を承認してるんだと。 えちなみにこれ X の権利を承認しているというのはどこから読み取れるかというとちょっと上を見ますけれどもあのこのやり取りから明らかに見て取れる100万円を返してくれと言われて待ってくれというのはこれは通常文脈ですけれども返済を待ってくれと言っているわけですよねいいですよねこの貸した100万円を返してくれというふうに言っているわけでしょということはまず100万円を貸した とということを前提に X が貸した100万返してくれと言ったら頼むまで年末まで待ってくれということはこれは100万円の返還,返還猶予を求めているわけでしょということはこ100万円を借りていることを認めているのと同じですいいです、ね、つまりこのように頼むまで年末まで待ってくれと、まあ、いうふうに言っているけれどもこれというのはあくまでも返済猶予をも求めているでしょ ということは、これは X の権利を認めていると X の権利の承認と評価することができるわけです。つまり、ここでもうすぐ大きな仕事の収入が入る予定だから。 頼むまで年末まで待ってくれとうう言ってますがこれはその前後関係ですよねあのこの発言で意味が出るわけですよこのいい加減に貸した100万円返してくれという言葉に対して頼むから年末まで待ってくれという,ふうに言っているわけだからそうするとこれは何を待つのかということはこの前の X の発言から貸した100万円の返済猶予を求めていることは明らかだから。 とこの文脈からね100万円の返還要を求めているわけだからこれは X の権利承認と評価できるそうすると先ほど触れた通り民法の152条では権利の承認があったときには時効はリセットされるんだと。ということはこの時効のなんか完成というこの債権消滅を今度はブロックできるんじゃないかと。 民法152条でするんじゃないかという形でこうやり取りをしていくわけですよ。でそうするとこのように、まあ、貸した金返せみたいな事例にはなってるんだけれども、まあ、貸した金返せみたいな事例になってるんだけれどもこれを例えば法律的にやるんならば X の言い分は何で でその X の身分を実現するための条文は何なのかでその条文の要件を満たしていることを認定すればいいんですそしたら今度はそれが認められたら今度は Y の側に反論がないかでその Y の反論を基礎づける条文は何かその条文の要件を満たしているかっていうことをやるで同じ今度は逆に今度は X の側を見るでこれを繰り返していく中でこのなんか事例ってのをほぐしていくんですねでそれがまあ言ったよ主張反論の組み立てっていう形になります でちなみにこのように XYX、まあ、ってあるんだけどでこうやってやっていくと最後どこかで、ね、煮詰まってくるんですよ。まあ、例えば今回のこれだとちょっと私の方でやっちゃうとこの令和21年10月7日に X の権利を承認しているとだから152条で時効が更新したんだっていうことを一応まあ X としては言いたいところなんだけどただまあこれはまあ勉強していれば結構 あの結構す、ね、っ飛ばすこともあるんだけれどもただ少なくともあの時効の更新っていうのは時効完成前になされるべきもんでしょだってそもそも時効のリセットってさ もともと時効が完成してない時にリセットするわけでしょいいよね当然これ Y としてはそういう反論ありますそもそも何か時効更新したんだっていうことを例えば X が言っても、まあ、それは Y としては時効の更新っていうものは時効完成前になされるものであってそもそも時効完成後においては、まあ、更新はないんだとまあこれは性質上そうだよね 性質上時効の更新では時効完成もなされる前だからだからまあ時効完成後の、えー、承認では 更新は生じないんだっていうことは Y として反論があるはずですでじゃあ実際にじゃあリセットっていう性質上152条の時効の更新っていうのはえさっき条文見ましたよね152条の時効の更新っていうのは性質上時効完成前に行われるものがリセットされるわけですよねじゃあ 事項完成後の承認では更新は生じないんだってことは Y は言うでしょう。だけど条文がないんですよ。つまりこういうことを言ってるけれども実際に、えー、条文に規定がないんです。ということはどうなるかっていうと じゃあ争点として何が出てくるかというとこれをどういう効果が生じるのかということが争点なんですつまり条文で解決できるところまで条文で解決するんですでこれで条文で解決できるところまでやっていくんだけれどもどこかで煮詰ままってきます今回だったら事項完成前に例えば認めてるんだったら事項のリセットという形で処理できるんだけど事項が完成した後に債務を認めていると。 債権を権利をを利認めているとでそういうときにはじゃあどういうふうな、えー、効果が生じるのかというのは丈夫に記載がない。とすると、やっぱりここが争点化するんですよ。えー、時効完成後の、まあ、承認。 で今言った思考過程を書いていけばそれで論文になりますつまりここまでできちゃえばまずは出発点としては OK かなというところなんですね自己、えー、完成後の承認というのが、まあ、いかなる効果を生じるのかというのが、まあ、一応今回の問題の争点になりえそうだという感じです一回戻りますね。点としては、 えー、事項完成後の承認というのが果たしていかなる効果を生じるのかが争点です。で、そうするとですね、問題として今やったものをまとめていくと、まあ、こういう思考過程なんですよ。まず、どうして X は100万円改正っていうふうに Y に言えるか。それは民法587条があって、その要件を満たしてるからだよね。で、Y は X に対してどんな反論できるか。えー、166条1項1号の要件を満たしてるんだから、 いいでえ百、ね、166条1項1号の要件を満たしてるんだから、時効で消えたから解散ぞってことを言ってると。で、それに対して再反論としては、X は権利承認があるってことですが、この3つ目のポチね。もうすぐ大きな仕事の収入が入るから、頼むから年末まで待ってくれっていう発言があったけど、これは152条の権利の承認としての意味がありそうだよね。で、つまりこの権利の承認としての意味があるから、X は Y に対して、まあその、 権利の承認があったんだから、えー、時効が完成しないんだっていう主張をしようとしてるで,でその中で争点っていうのが出てきたで争点っていうのは結局この時効の更新っていうものは性質上時効完成前に行われたものについてはリセットされるっていう規定なんだよねだけど時効完成後に更新したらどうなるかってことについては、えー、条文にないじゃあそれについてじゃあどういう効果が生じるのかが争点です でそのことについて解決できればこの問題、X が勝つのか Y が勝つのかというのは明らかになるよね。というふうにあの、まあ、実際、事例については1ページに戻るけれども基本的にこの事例問題のためのアプローチというのはそこまで複雑ではなくてまず事例の内容を把握します、まあ、事案分析ということですね、えー、時系列であったり人物関係も踏まえてまずは事例分析を行う。 で、事例分析を行うにあたってどうやって行うかというと、まず当事者の主張と根拠条文を考える。いいですね。えー、当事者の主張は一体何なのか。で、根拠条文は何か。で、そしてそうすると、その根拠条文に対応して、えー、反対当事者がいるはずなんですよ。で、反対当事者は何を主張したいか。つまりその反対当事者の主張というのはまず反論ということですが、じゃあ反論が何なのか。で、それを根拠条文と合わせて確認する。で、そうすると行ったり来たりするんですよ。キャッチボールのようになるんです。<laughs> 主張反論再反論再生反論みたいにやっていく中で何らかの形で争点が出てきますでねでこれは何かかつての、まあ、よくねあの、まあ、予備試験に限らず法律の勉強なら論点とか言って出てくるようなものですが、まあ、何らかの形でまあぶつかるところが出てくるでこの争点が出てきたでそして争点が出てきたらそれに対して解決をする事例解決と、まあ、この3段階です究極的には まず事例を分析して争点を抽出して争点に対する判断を示すと、まあ、いうことをやっていけばいいということになります。じゃあこの争点ってどうやって決まってくるのかっていうとそれは条文の解釈でできる場合もあるし、えーまあいいね、この争点に対しては一応ね、えー、争点に対してはその。 条文の解釈で決まることもあるし、えー、今日の講義の最初で触れた最高裁判所の判例がある場合には、その最高裁判所の判例はこういうふうに言ってるよっていうのをやっていけばいいとまあいうことになっていきます。いいですかね。では、えー、ちょっとまあここまでのところで、えーまあ、なんとなく この争点をを作ったたっいう話ししましたでで具体的にこ,れじゃあこの事案の解決どうなるのかというのは、まあ、今日の後半の講義の後ろの方でまた見ていきますので、えー、まずはまあ今回のこの問題に関しては、まあ、こういう形で争点形成していくんだよというところはちょっとまず意識してみてくださいじゃあどうやってこれ解決するかで解決の方法は基本的に3つですあの条文ストレートにいけなくてもちょっと戻りますけどね解決の仕方についてはまず条文なんです。 えまず条文なんですで,で条文での解決が難しい場合には判例を使うっていうイメージです、まあ、やっぱりまず条文なんですよでまず条文があってでその条文で解決できるんだったら、まあ、条文でやればいいでそれで条文で解決できない時にはこの判例っていうのを使っていきます、えー、条文がダメなら判例でいくっていう、まあ、そういう形になります なので、まずはやっぱり条文が読めないと始まらないとまあいうことになりますから、今日の,あの前半の講義のところでは、まずちょっと条文の読み方っていうのをちょっと最初にやっておきますま。これは特に全体構造編の中では、一応触れてはいますし、今後もまあ重要なものになりますから、少し待ってくださいね。一応ここまでのところは大丈夫ですかね。で、その上で、ちょっと条文の読み方っていうのをね、3ページ見ていきますが、 あのこれはちょっとまずあの共通言語としてしっかり押さえてほしいところ、えー、条文の読み方についてはまず何条、何項、何項という順番に読みます、えーまあ、条文なんかではこれ六法なんかではこういうふうに19条一とか、ね、関数字1、2、3、4って書いてあったりするんですが基本的にはこれあの一番上がじ何条で次に何項で,何項,で何項になりますそうすると例えばこの19条1項を見るとこれ19条1項というわけね。 でこれからこれ、講義やるときに、のこの言葉遣い知らんと、条文引くときにねどれだってなっちゃうから、一応19条1項ってことになりますこれね、19条1項、次に掲げるものは没収することができる。で,で、ここで1号、2号、3号、4号ってなっていて、没収できるものが書いたんですよね。で、没収できるものとしては犯罪行為を蘇生した物犯罪行為のように教師教師うとした物 1>, まあ1号から4号までこのように没収することができるものは4つ並んでますでそうすると例えばこの関数字2っていうのはどう読むかっていうと例えばこれは犯罪行為で使ったものですかね犯罪行為で使ったものについてはこれは没収されますとだから例えば殺人とかの凶器とかね、えー、殺人事件の凶器なんかは犯罪行為に使ったものだから、えー、実際殺人に用いられた凶器というのは没収される可能性があります 募集するることができるそれはなんで没収できるかというと19条1項2項に基づくと、まあ、こ,れこの2項というのはこれ19条1項2項に基づいて没収、えー、されるということになるわけですで特にこの1項とか、ねえー、2項とか、まあ、その辺の読み方もそうなんですが特に条文で気をつけてほしいのはこの部分ですこれ言葉を知っておかなきゃいけない、えー、この1項、2項、3項、4項とは別に次に掲げる物は没収することができるって書いてありますでこれは 私たちよくこれね法律の勉強してない方はこれ19条1項本文とか読むんですよ19条1項本文とか読んじゃう人もいるんですがそれは間違いですあの条文ではこういうふうに1号2号3号4号の前に置かれているものこれを柱書きって読んでます柱書きって読んでます別に本文でもいいじゃねえかって思うかもしれないけれども本文とは言ってはいけません なぜかというと理由があります本文というのは別なときに使うんです例えば19条の2項を見てもらえるとこういう条文があるのよ「没収は犯人以外のものに属しない物に限りこれをすることができる」まあ、なんか難しいことは言ってますが「没収」っていうのはその犯人以外のものに属しないものに限りできるつまりまあ これ、ちょっと言葉難しいけれども、没収っていうのは犯人の物または遺留物みたいなね、そういうものだけが没収の対象ですよと、えー。犯人以外のものに属しないものってことですから、まあ、でき、とすると、没収というのは犯人の物や遺留、えー、物みたいなものが没収の対象になるよっていう条文なんです。で、ただ、ただし、 犯人以外の物ものに属する物であっても、犯罪の後にその人が常識って取得したものであるときは没収することができるっていうのが書いてあって、これが日光なんですね。19条日光なんですが、で、このときに、この、ただしの前を、これを本文っていうんです。あの、これはかなり、あの、重要なところで、で、この下に書かれているものを、 正し書きと呼ぶここになりますでこれは法律ではもう、ね、あのきちっとルールが決め,決められていて本文正し書きというのは原則と例外の関係になっていますつまり原則募集、没収はこのように、ね、本文の後に必ず正し書きとなっていますでこの時はこの募集はのの、没収は犯人以外のものに属しない物に限りできるよこれが例外です。 ただし犯人以外のものに属する物でもこういう時は没収できますよっていうふうに原則と例外が書かれているものが本文正し書きっていう感じになりますいいかなつまり本文がある時はこれは原則が書かれててでこれ正し書きってなってるときにはまあこれ漢字の時もあ,あごめんなさい えと今回漢字に揃えましょうか。で書かれているのが例外になってます。なのでまあ原則と例外の関係っていう形で使われます。なのでまあこれはあの言葉遣いとしてちゃんとまあ押さえておいてほしいところで、えー、まあ19条1項の、え「ー と19条2項をちょっと連打したけれどもあの1号、2号、3号、4号みたいになっているところの上にあるものについて頭出しされているやつが柱書きと呼ばれていて「でただし」というのが使われる場合には「ただし」の前が原則論で本文「でただし」の後ろは例外として「ただし書き」と呼ばれていますであともう一つ似ているものが「前段と「後段というのがあるんだよ前段というのはこれ2二分,分かれて並列のとき、えー、検閲はこれをしてはならない 通信の秘密はこれを犯してはならないみたいに2つの文章でこう並列しているときには前段後段といいますだからこの検閲はこれをしてないけないというのが21条2項前段で通信の秘密はこれを犯してはならないというのが、まあ、条あ21条2項後段ということになるので、まあ、ここはこう分けて、ね、並列的に分かれるものが前段後段とうう呼ばれますであとはさらにここからが結構重要読み方間違えると大変なものをいくつかやります あの法令用語の基礎ってとこですがまたはともしくはあのこれ本当に間違いやすいのでちょっと触れておくとどっちも英語では「or ですよねなんですが法令用語としては違った使い方をしますまあざっくり言ってしまうとまたはっていうのは大きいんですで「もしくは」っていうのが小さいんですでこれでちょっと説明つかんだろうって気がするからちょっと簡単に説明しますこれさ人を殺した場合ですこれ殺人なんですけど人を殺した者は死刑または無期もしくは5年以上の懲役と。 でこれは、このもしくはというのがち,っちゃいんですよ、向きもしくは5年以上の懲役、つまりこのもしくはというのは、この向きと五年あ、ごめんなさい、失礼しました、そうだね、え向きまたは5年以上というのにかかっているで、またはというのは、もっとでかくて、または、まあ、 論理的にはこういうことです死刑または懲役なんですよ、えー、というイメージなのであのイメージとしてはもしくはっていうのは小さいんですよでまたはっていうのはあのー、大きいんですでもちろんこれね読み方としては若干あれですよね読み方を逆に取られると意味変わっちゃったりすることもあるんで、えー、意味が変わっちゃったりすることもあるからとりあえずまたはって言ったらそれでっかいでっかい並列 またはつっ,ったらとりあえずでっかい並列。で、もしくはって言った時にはこれは小さい並列と。まあいうことはちょっと頭に入れておいてください。だからこのまたはがつないでいるのは死刑または懲役だよって話なんですよ。死刑または懲役だよって話。で、もしくはがつないでいるのはこの中にある向きもしくは5年以上っていうのがもしくはでつないでて、まあどちらもオアなんだけど、あくまでも純然たる並列ではないっていうことになります。で、ちなみに、 びび並びにも同じですこれもぜひ、えー、確認しておく必要があるもので,ですか、ねえー、およびが小さくて並びにがでかいです。これはもうそうううそそななんんですだしかないつまり今回の場合だったらどうなるかというと法令および定款、並びに株主総会決議だから、まあ、イメージはこうなんですよこのおよびがつないでいるのは法令および定款で並びに株主総会決議。 っていう,ふうになってるんですでそうするとどういうふうな感じになるかというと、まあ、これはもうなんか法令と定款ならびに株主総会決議を遵守しなさいと、まあ、いうふうにまあこれ引くんですよつまりこの「及び」っていうのは大きくなくて「ならびに」っていうのは大きいとなるんです あれこれ勉強するとねこれあれ気になる人はね気になるんですけど「OR の場合だったら意味が変わる可能性があるよねちっちゃくつなぐのか大きいにつなぐのかで、えー、あまりなんか意味が変わってしまう可能性はあるけれどもでもおよびと並びにはあまり変わらなさそうだと例えばこれって結局のところこの355条っていうのは結局 でも結局さ A と B と C 守れってことでしょ、えー、こうやってみると、えー、結局ここで書かれている法令定款並びに株主総会決議を遵守しようと、まあ、言った場合には例えばこれだったら法令と定款と株主総会決議っていうのを ABC にすると、えー、こうそう考えると別に、えー、法令と定款と株主総会の決議全部守れっていうね そういうふうにも読めるから意味変わらねえじゃんと思うかもしれませんがこれはそれなりにこれ意味があるんですよどういう意味があるかっていうと法律を作った人がどういうふうに捉えているかが分かるんですつまりこの法令と定款っていうのはこれ何でしょうか定款っていうのはこれは会社法で勉強するんですけど会社の内部のルールですもう会社の内部のルールのことを定款と言っていてこの法令定款をひとまとめにしているのは 要は、定められたルールなんですよ。つまり法律とかね、法令とか、あと会社の中の定款、そういった定められたルールや、株主総会決議っていうのはみんなで決めたことでしょ。みんなで決めたことを守ってくださいと。まあ、いうことなんですよ。で、その、定められたルールっていうのが法令と定款に分かれてるってことですね。え、だからこの、 この並びにっていうのをここで、この及びの並びにを使い分けることによって、法令と定款っていうのが、いわゆる同じようなグルーピングされているってことが分かるわけですよね。つまり、この法令と定款っていうのは、みんなで決めたルール、あ,あ、ごめんなさい、えっと、定められたルールね、ごめんなさい。この法令定款っていうのをこの並びにででっかいグルーピングしているのは、これは、いいですかね。法令と定款というものが、いわゆる定められたルールというグルーピングの中で、こう、大きく分かれていると。で、その、 中にさらにおよびを使ってその定められたルールというものの中に法令と定款っていう2つのグループがあるとでそうするとまあ結局この定められたルールとみんなで決めたことを守りなさいとでその定められたルールっていうのが法令と定款なんだよっていうことをこの法令および定款ならびに株主総会決議っていう言葉の中に表されているというですで最初はなんかこんな関係ねえよと思うかもしれんけどあの慣れてくるとねあのそれなりに あのちゃんと条文の読み方ができないと正しく読み解けないものとか出てくるので、あのまあ、今のうちはまあ,あ,のあこう、そうなんだぐらいで全然いいけれども、まあ、だんだんこれ自然にできるようになってきます。であとはこの時と時もそうですね。まあ、この辺はちょっと重要なので、えーと、ちょっとそこまでやってから、えー、このページまでちょっと簡単に説明して休憩をしましょう、えーと。時と時ってのがありまして、これも日常的には同じ使い方のように見えるけど、時というのは場合って意味です。でえー、つまり、 このまあ、せっかくだからこれを見るとね、憲法60条では、これはなんか公民とかでやったことあるかしら、その予算について、参議院で、衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議員の協議会を開いても意見が一致しないときは、これ、いわゆる両院協議会っていう制度ですが、この衆議院、参議院で、まあ、予算の定める、ああごめんなさい、えー、予算について、ごめんなさい。 652項では予算について衆議院と参議院で違った議決があった場合には、まあ、両院協議会って開くわけですでこの両院協議会を開いても意見が一致しない時はって言ってるけれどもこの時というのはこれはあくまでも場合って意味なんですよでこのような場合には、えー、衆議院の議決を国会の議決とするという意味です。つまり この「時」と「時」がひらがなの「時」っていうのは、まあ、言ってみれば場合っていう意味で使ってますでこの漢字の「時」はその時点を指していますいなこれちょっと書いちゃうと「時」っていうのは場合でこの「時」っていうのはその時点っていうふうになってますでじゃあ使い分けがあるものをちょっと紹介しますとですね 一応使い分けがあるものとか結構ね、これから出てきてくるので、その際にまた見ていきます。で、実はね、あのー、さっきの166条っていうのをちょっとページ数で言うと、9ページ見ると、これなんかまさにそれ使い分けてるんですよ。166条の債権の消滅事項ってやつをもう一回見てほしいんですわ。え債権は次に掲ける場合には事項によって消滅するの1号。この時はさ、 債権者が権利を行使できることを知った時からってのはこれは時点ですよねつまり、起算点なんですよまさに、えー、消滅事項の起算点で債権者が権利を行使できることを知った時点から5年間行使しない時というのは,これはその場合にということなんです、えーまあ、だからこれは条文を明らかに使い分けているんですよねこの漢字の時と,、えー、漢字の時とひらがなの時使い分けているんですよつまり 債権者が権利を行使できることを知った時点を出発点として5年間行使しない場合には消滅するよ。で、250人も同じ。これも時効は権利の承認があった場合にはその時点から起算するよって新たに。で、これちょっと使い分けてるんですよ、えー。時効はその権利の承認があった場合にはその時点から進行を始めるよといったように漢字の時を使うのか平仮名の時を使うのかで使い分けがある。 でさらにはもう一つ重要なのが推定すると見なすでこれはあのぜひ知っておいてほしい、まあ、このあいうえは特に全部重要で、まあ、またはもしくはとかね、えー、および並びに時々、えー、と,とっていうのもあるんですがおそらく試験対策ではこれが重要かな今後すごくたくさん出ます推定すると見なすというやつですでこれは知ってないとできないんです、えー、どっちもそう扱われるという意味でしょう ですが、全く違うんですよ推定するというのは推定は覆える可能性があります例えば186条2項民法の規定でこういうのがあるんですよえ前後の領事点において占有した証拠があるときは占有はその間継続したものと推定するこれはどういうことかというと例えば私が1年前と現在,年前と、ね、現在占有しているっていう証拠があると。 まあ、占有っていうのは自分が事実上支配しているっていう。だから例えば私が今、六本手元にあるんだけど、この六本私が一年前に占有しているっていう証拠と、現在占有しているって証拠があれば、その一年間私はずっと占有したものと推定されるんです。ただこれはあくまでも推定されるだけで、いやいや違うでしょっていうふうなことで、覆った場合にはひっくり返ります。まあ、つまりこの場合だったら、えー、特にこのね、あのー、 186条2項でどういう時に使うかっていうと、あの、取得事項ってやつで使うんですよ。例えば取得事項って言って、あの、占有をさ、長いこと続けて自分に、自分のことになるっていうちょっとずるい制度があるんですよ。うん、えー、例えば人のものであったとしても、えー、例えば私今6法持ってますけど、この6法を、まあ、人のものだって分かっておいても、まあ、例えばこれを、まあ、長いですけどね、10年間とか20年間ずっと自分がこれを占有を継続していれば、自分のものもできちゃうんです。人のものでも。まあ、要件はありますけどね。 その時に私があのこれ10年間占有を継続していることって証明するのはしんどいわけですよその時にこの186条2項というのがあってその時には私はこれね、はいえー、私はこれ10年前占有してましたそのことは10年前の写真を見ればわかるんだと10年前の写真に私は6を占有しているそんな写真がありますとで現在占有、はい、してます っていうこの2つの証拠があれば10年間私はそれを占有して継続してたものと推定してもらえるからまあ自己取得しうるんですよただし例えばその自己取得されちゃ困る真の所有者がいやいやあんたさ5年前にそれ1回占有失ったよねとかねそういうことを要するに証明することができれば推定っていうのは覆るんですよつまりこの推定っていうのは相手方によって覆される可能性があります えー、覆される覆される覆、ね、争われた場合覆されることもあるとつまり推定は覆るんですよ推定は覆るんですしかし見なすは覆ることはありえないです例えば相続放棄っていうのがあるんですよ相続放棄っていうのは何かっていったら、えー、誰かが亡くなったと 相続人になる人が非相続人の財産が借金まみれだから相続したくない時には相続放棄っい制度があるんですよでこの相続放棄がなった場合どういう効果があるかというのは条文あるのよ相続放棄をしたものはその相続に関しては初めから相続人とならなかったものと見なすんですでこれは何があっても相続人になる,なることはないですもう見なされたら覆ることはないんですよこれはあの覆る余地はないんですよ なのであの、条文としてしっかり押さえてほしいのはあの、推定するか見なすかは全然違います。推定される場合には、相手方がひっくり返してくる可能性がありますけれども、見なすときにはひっくり返すことはできません、およそ。ちなみに、ね、これ、昔は、まあ、あの今、これ、相続放棄の条文だったんですが、昔はね、成年犠牲といって、未成年者が婚姻できたんですよ。もう今は、成人年齢が18歳で、 で男女ともに18歳からが婚姻適齢だから今は未成年者が婚姻するってことはなかったんですよ、今はないんですよ、もうあの今はもう成人年齢が18歳だし、男性、女性ともに18歳以上しか婚姻できないから、もう必ず成年しか婚姻できないんです、今は。ですが、まあ、ちょっと前まで、まああの、未成年者も婚姻できたんですよ、その時は昔は民法でえ未成年者が婚姻したら成年したものとみなすという規定があった、それはもう何があっても成年として扱われるんです。 でこのように見なすということはもうひっくり返ることがないもう非常に強い効果を持つということになりますであとはです、ねえー、条文の読み方という点でいうと、えー、順用するって言葉もちょっということますこれはよくこれから出てくるので、まあ、ちょっとこれ読みにくいけど、ね、代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は直接本,人本人に対して直接、効力を生じる。まあ、これは代代理理の条文なんですが、まあ、代理人が人 誰かのためにするということを示した意思表示は本人に効果が生じるという条文です全校の規定つまりこの1校の,、ね、の規定は第三者が代理人に対してした意思表示について順用すると、ね、いうのは前の条文と同じになるという意味ですだから例えばこれは、まあ、ちょっとあれですけれどもこの本人に対して直接この効力を要請する。 この規定がそのまま同じことになりますよって使い方です。この順用するって言った場合ね。いいでねつまり今回はこの1行っていうのは本人の代理人が本人のためにすることをした意思表示。で第三者が代理人に対してした意思表示。でこの要するに。 1> 第1項で書かれていることの効果というか、ね、第1項で書かれていることをそのまま第2項でままるるまる使いますと。 まあ言ってみれば同じことを言いたくないときにこういうふうな場合に順用するという言葉を使ったりしますのでこの順用という言葉はねしっかり押さえておいてくださいえまあやっぱりね同じことの反復を避けたいんですよやっぱり法律というのもね一応合理的にできてますからえ毎回毎回同じようなことを書き続けるということはしないで前に同じような条文があればその前に出てあった同じ条文がそのまま後ろでももう一回使えると。 まいう場合にこの順用という言葉がありますのでえ言葉としてこの辺のところはえぜひ頭に入れといてくださいでそうすると条文ってのは基本的にどうできているかっていうと今までやってきたものま今やったこの読み方のまコツみたいなのはあったけれどもま基本的にはこうなったらこうなるってできてますですねえこうなったらこうなるってできていてでこうなったらの部分を要件っていうんですえこれ要件効果の分析っていうふうにまあ条文はもうこれは ほ、まあ、ほぼほぼ間違いなくこれですあの例外はありますけれどもねこうなったらこうなるみたいにその要件があってそして効果みたいになってますですからなので えー、ある効果を求める時にはこの要件が必要だっていう感覚です、えー、というイメージですなので、まあ、そこはちょっと是非、えー、このあとちょっと休憩挟んでからまたやっていきますけど、えー、例えば9ページなんか見ていただけると、まあ、9ページでも、まあ、全部そうでしたよねこれって実は全部要件効果になってるの、まあ、ちょっとこれ少し触れておくと、まあ、例えばこういうふうに、まあ、ちょっと矢印全部書きましたけどこの3つの条文全部そうでしょ 消費対策の場合も、結局返還することを訳して相手から金銭その他の物を受け取ることが要件です。それによって効果、契約の効果が生じる。で、次に掲げる場合が要件です。次に掲げる場合には消滅する。権利の承認があった時は、その時からあたり進行を始めるといったように、まあ、要件効果によって分析されるんで、えー、そうするとまあ、 実際の事例問題に限らず法律の勉強をするときはどういうふうなパーツが揃うとどんな効果が生じるのかということが全部要件、効果で条文で書かれている。ということはただ単にまあ日本語として読むんじゃなくてその何が起こるとどうなるかというような分析をやっていくということになっていくことになります。 で具体的にはこのように条文っていうのは解釈で、えー、まあ一応解釈の前に、まあ、読み方っていうのがあったりするわけですが、えー、少しまあ休憩を挟んでですね、えー、ちょっと3ページのところは具体的にいくつかこういうたくさん書いてありますけれども、まあ、様々要件効果でこういった条文っていうのはできてますよってことが一応書かれています。では、えー、少しまあ休憩を挟みまして休憩後に、えー、今日はせっかくなのでやり方として条文の解釈の仕方、少しはこれ民法の第1回の内容も入ります。えー、解釈の仕方と、それからせっかくなので条 当文で解決できないものは判例になってきます。じゃ、判例をどうやって読み解いていくのかっていうことも、少しまあの重要なものを含めてやっていくことにいたします。はい、じゃ、それではじゃ一旦ここで休憩します。じゃ、それではね。ここから、えー、後半の内容と,となりますが。 えまあ後半の内容としては主にえまあ先ほど法律の解釈という話の前にその読み方ですねえ条文の読み方を見ていきましたでまずは法律の勉強するにあたっては出発点は条文なのでまあ正しく読めるということがまあ前提になるわけですねでそれでまあ3ページのところでまあ条文の読み方のまあ一般的なルールについて確認をして でそしてまあ条文の,その要件・効果というふうにまあ分解をして考えていくとで、要件を満たした場合にそこで定められた効果が生じるよということを前提にまあ条文というのは意識して読んでいく、で特に民法の講義が始まると、まあ、最初の数回については特にこの要件・効果を徹底的にまああの、まあ、意識して読んでいくってことが必要になってきますので、えー、その点はここでも、ね、見ていくといいと思います。でではは早速ここでえと話としてはね 4ページまでのところはある程度触れたわけですがじゃあ条文というのはじゃあ万能なのかという話なんですでそれがです、ねえー、と5ページにありまして、まあ、条文の解釈というところをちょっと見ていただけると、まあ、条文を用いて事例が解決できない場合どうするかとい,、ねえー、いうところがあると思いますで、まあ、そもそもそんなことあるのかという話ですよねもう条文で決まっているんだからその条文通りになるだろうとい,、ねえー、いうふうにも思えるんですがただ、条文というのは、ね、意図的に完全なものじゃないんですよ。 まあまあえてあて曖昧に表現したりとか時代のにに耐えるるように、えー、条文ってて作られてるんです、えー、例えばまあよくよく考えてみるとです、ね、民法っていうのもあの、まあ、近年ですね、まあ、大幅に改正されて、えーまあ、民法大改正っていうのが、ねえーまあ、平成の最後の方で、ね、大きく改正されたわけですが、えー、そもそもまあ根本的な民法っていうものっていうのは、えー、どうなんだって言ったらもう突き詰めていってしまえばまあね あのもう明治の時代とかそういう時代からあるもの100年ぐらいずっと前にあるものというものが、えー、一応、原型なわけですよねで、その民法というものが、まあ、あのずっと脈々と流れているとちなみにあの民法というのは一番最初ってこれ明治時代なんですよで明治時代にあったものが改正されているとでその頃には例えば自動車とか、ね、スマホとかパソコンとかそういったもの全くないわけですよで、その頃の時代のまあ作られたものですわ。 ですからもう100年以上前に作られたような、まあ、そういう法律というものが、まあ、今も生きているんいのは何でかといったらその作られた時代に、まあ、ある程度、ね、そのファジーな解釈ができるようにそういうふうにあえて作られているんです、えー、なので、まあ、条文というのはその意味では完全なものじゃないというか、まあ、そのある程度そういうような柔軟性を持たせるようなことで時代の変遷に耐えられるようにでそれでどうしても耐えきれなくなったものを改正していくという形で条文というのは作られています。だから、まあ その一義的にににガガチガチなななってる条文っている条文うのはそんなに多くなかったりしますでじゃあ例えばじゃあこの条文を用いて事例が解決できないということももちろんあるわけですよねじゃあこの時どうするかっていうとその時は解釈をしなきゃいけないんですよつまり条文っていうのはまずそのまま適用できるんだったらそのまま適用すればいいで適用できないんだったら解釈を用いて、えー、いかなきゃいけないじゃあ解釈ってそもそも何なのって話ですよね じゃあ1、えー、つ例を出しますとこれは条文ではないですけれどもこの例としては、まあ、この橋馬車は渡るべからず通るべからずという立て札がありますでこの立て札を例えば法律というふうに見立てて考えましょうじゃあこの時馬車は通ってはいけないという立て札があるとでこの時にじゃあ自動車は通れますかという問題です、えー、でこの時まず基本は分離解釈といってこの文言で解釈するのが基本です、えー、まずはね えー、解釈の方法っていうのは2つあって、まあ、分離解釈と呼ばれるものでこの分離解釈っていうのはその文章そのままを読んで考えていくでただ文章をそのままで解釈したときに一義的に決まらないとか不都合が生じるような場合っていうのは分離解釈だけでは解決できないじゃあ例えばこの立て札が、まあ、これ本当に大昔自動車がない時代の立て札だったら分離解釈をすればそれは馬車が通れないんだから自動車は通れるよね とということになりますよねつまり分離解釈からすれば、まあ、馬車が通れないわけですよ。というのは条文ですからそうすると自動車の通行は OK だってことになる。OK になると。でただじゃ OK になるけれども果たして じゃあそれででいいのかって話なんですよ、まあ、やっぱり不都合が生じるっていうのはそもそもこの縦、えー、て札が自動車のない時代の縦て札であれば、えー、これをそのまんま分離解釈して結論を導くっていうことはやはり妥当ではないだろうってことになるわけそしたら何をするかっていうと分離解釈ではちょっとどうにもならないものは目的論的解釈といって法律の目的をを踏ままえて解釈をしますでこれが、まあ、分離解釈が原則ですよ 分離解釈が原則でもう分離解釈で何とかなるんだったらいいわけですよで実際あの、法律の勉強をする時はやっぱりどうしても論文対策とか試験対策だからも問題点とか論点があるやつが出るから解釈することは多いけど日常的な法律の、ね、適用においては分離解釈でほぼ済みますから。 日常的にさまざまな法律あるじゃないですかさまざまな法律を適用するときにはそれはもう普通に分離解釈で何とかなるものがほとんどですで分離解釈でどうにもならないものが論点になるんですよでその論点っていうのがやっぱり学習の中心だからその分離解釈よりも学習上は目的論的解釈をすることが多くなりますけど、まあ、日常的な法の適用解釈にあたってはほぼ分離解釈で何とかなりますで分離解釈がどうしてもできないときに補充的に行うんですよ 分離解釈ができないときに補充的に目的論的解釈と行いますでこの目的論的解釈とは何ぞやということになりますけれども、はい、目的論的解釈というのは、まあ、ここにあるようにその条文の趣旨であったりとか制度趣旨を考慮してそしてその上で、えー、趣旨に沿うように解釈をするという、えー、解釈手法なんですよ。 でじゃあ、目的論的解釈っていうとしたときにどういうふうに言えるかというと一応、反対解釈、拡張解釈、縮小解釈、類推解釈などさまざ、あ、まな技法があるんですがただ、入門段階でしっかり押さえてほしい解釈論がこの反対解釈という解釈論と類推解釈という解釈論つまり、反対解釈というのは、まあ、ちょっと読んで字のごとくになるけれどもその条文の趣旨をまあ踏まえていくわけですがこう考えるんですよ。 この橋は馬車を通るべからずという条文は馬車のみを通さないという趣旨で作られたつまりもう馬車というものがまあとにかくね何らかの理由で縦札を立てた人は馬車というものに対してはどうしても通行させたくないという馬車を通行させないということを意図してのみ作られたんだと従ってそれを反対に見れば馬車以外の通行は全て許可する趣旨でこの縦札は立ってるんだと従って自動車は通れますよってこと でこれはさ分離解釈とは違うでしょ分離解釈立て札を立てた人の気持ちなんかおもんばからないんですよ、まあ、つまり立て札を立てた人というのは法律でいうと立法者です、えー、立法者であり国会議員です立法しているつまり立法者のそういう趣旨とか背景みたいなのを考えたのが分離解釈なんですよだけど反対解釈がちょっと違ったでしょこの立て札を立てた立て札を立てた人というのはどんな気持ちでこれを立てたかでその時にそれは馬車だけは通さねえぞという気持ちで立てたんだと。 ということをおもんばかってんじゃ馬車以外は通れるってしてるからそれは目的論的解釈なんですよつまりこの目的論的解釈からすると趣旨は反対解釈によれば馬車のみを通さないとしたがって 馬車以外であれば、つまり馬車以外であれば通行 OK ということになりますわね。いいですかね、馬車以外であれば通行 OK ということになります。したがって自動車も OK と。という結論を導きます。 でそれに対して累推解釈というものがありますで特にこの類推解釈とかこれはね、えー、民法の1回目でもやりますが類推適用っていうのもやりますけどこの類推っていうのはすごく重要でこれは何かっていうとこの条文は馬車を通らないっていう条文なんだけれどもこの趣旨は例えばね橋があって橋が老朽化しているとで例えばその時に馬車のような重量の多い乗り物が走ると。 それれによって橋がが崩落する恐れがある恐あだからその重たい重量の乗り物で崩落することを防ぐんだという目的で建物を建てたつまり建て札を建てた人の趣旨は重い乗り物が,乗が渡ると橋が壊れるから馬車は通るなよっていうような趣旨で建て,てるそうするならば馬車に当たらなくても橋の崩落を引き起こす重いものは橋は通れないってことになるわけですよ。でそうするとこれは 類推解釈によればどうなるかというと種子をこう読み解くわけよつまり端,端にしましょうかね引き起こすですね つまりここうういうことですその橋の崩落を引き起こすような重い乗り物の通行を防止することがこの橋を建てた人の意図なんだと。とすると、じゃあ馬車以外でも、趣旨が妥当。 趣、えー、子が妥当するでこれを、ね、類推の基礎というんですあの、類推の基礎があるって言いますつまり橋の崩落を引き起こす重い乗り物の通行を防止する馬車のほかにも種子が妥当するのものはダメだめだということは、ちょっとこれ、続きがあるんですが、自動車はだから類推の基礎があるんですよ。 つまりこここのポイントはここですよね趣旨がこれなんだから橋の崩落を引き起こすような重い乗り物をは通さないんだってことであれば自動車にも類推の基礎はあるよね。だということは従ってあごめんなさい、えー、と従って自動車も通行ダメだと。なぜから自動車っていうのは これに当たりますからねとつまり自動車にはこれは類推の基礎があるというふうに説明されるわけですよねつまりこの橋っていうのはこの橋をね先ほど言った通りあれに見立てますあの法律に見立てるとその法律を作った人がどっちの気持ちで作ったのかということによって結論が変わるわけですつまり馬車を通したくない例えば馬車の特性に着目してね ま、よくあるんですよ、これは。あの、例えば昔だったら、馬車っていうのは、例えばね、 やっぱり衛生上良くなかっったりりすするわけですよねあのやっぱりあの昔だったらさあのアスファルトとか整備されてなかったりすると例えば、ねまあ、土砂っていうのかな土とかのどど道路とか路面だとやっぱりあの馬車とかだとどうして動物ですからそういうなんか糞尿みたいなものとかで、えー、例えばねその衛生上良くないだから馬車は通したくないっていうようなもう馬車に限って通したくないんだっていうような意図でタテを建ててるんだったら、まあ、自動車はそういうことは馬車以外だからいいじゃんってことになるし。 いやそうじゃなくて橋の崩落を防止なんだってことであれば、えー、これは自動車は通れないようになるつまりこれっていうのは通りたい人と通りたくない人で主張の展開が変わることになりますわねつまり通りたいよって人は反対解釈をすることになるでしょうで通したくない人にとっては類推解釈をすることになるでしょうとそうするとこれねいずれが正しい解釈かって書いたけど別にこれは正しい解釈かどうかっていうことは基本的には当事者の立場が変われば変わってきますよ だって法律を作った人の気持ちなんてのは正直わからないわけですから,、えー、なわけですからそうすると正しい解釈になるかどうかということについてはあくまでも当事者の主張によって展開は変わってくるということになりますでただじゃあ、でもじゃあどっちなんだということが結論でなきゃいけないじゃあこのとき結論っていうのはどういうふうになるかというとその結論を一応表したのが判例なんですよ。 つまりこれがもし争われたときに、ね、通りたい人はこれはね反対解釈でいくべきだで通りたくない人は通したくない人はこれは累積解釈でいくべきだって喧嘩するわけですよ。徐喧嘩した喧嘩してというか紛争になってじゃあ白黒つけようと裁判所行ったら裁判所でじゃあこれはこっちだって出すわけでしょ。でこれが判例なんですよ。ななので、えー、一応そういうい ええー、当事者の立場によって解釈指針が変わって、それに対して一定の判決を裁判所が出す。で、最高裁の出した判例にはその一定の先例の価値があるっていう、まあそういうふうな形で、えー、いくわけです。だからまずは条文ですよ。で、ちなみに類推解釈をした場合、これは必ず自動車が入るのかって一応書いたけど、まあいろいろまかだから考えられるんですよね。あの自動車が必ず含まれるかって言ったら、これは類推適用でも趣旨を変え、趣旨が違えば 種子が違えばあの自動車は入るか入らないか結論変わります、まあ、さっきちょっと触れたけどじゃこれさ涙水対策で種子を例えばね、これが明治時代とかの古い立て札で馬車を通さない理由は橋の崩落ではなくて例えば動物の糞尿とかによるそういった衛生の悪化それを防ぐためだと。 つまり橋の上にそういう,ふうな動物のまあそういう乗り物を走らせてしまうとやっぱりその公衆衛生の観点からよくないから馬車は走らせないよということであれば類推の基礎変わりますよねそうするとその時には自動車は通れる可能性が出てきますつまりその時には逆にとかはダメなのね牛だって馬だってそれは要するに衛生上問題のあるようなあの乗り物ってことになってくるからその時には牛車はだめかもしれない。 電気自動車はどうかとかそう考えていくとそれが例えば橋の崩落を引き起こす思いのりものだったら全部だめよ橋の崩落を引き起こす思い乗るのも全部だめですよだけどそれが累推の基礎となる種子ねこの種子に当たるものがその橋の崩落防止ではなくてその糞尿被害による、えー、その衛生悪化の防止であるならば、えー、電気自動車とか自動車はもう含まれないよねってことになってくるんでしょうっていうことですでつまり立法趣旨制度趣旨が変われば累推の基礎 というのはもちろん変わってくることになるわけです。で、今日は。まあ、今日の講義だんだんなんか最初の本当の一番最初の民法とかね、えー、刑法とか憲法とかっていう。その話から少しずつ法律論の方にちょっとだん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 引き込んでいく感じになるんですが、じゃあじゃあその上でじゃあせっかくなんで民法の1回目で類推適用を練習しましょう。で、類推適用っていうのは基本的なやり方さえ分かってしまえば、そんな難しくないんです。 えまずちょっと事例1、2ってあるんですが最初にちょっと前のページに戻りますえ次回の講義でがっちり扱う条文がこの民法94条という条文なんですで民法94条ではこう書いてあります相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効である無効とするでこれは要件、効果に分析するとえまず要件はえこれ,はこれは勉強する中でやるんですけど相手方と通じてした虚偽の意思表示であること。 でこれが要件ですつまり相手方と通じてした虚偽の意思表示というのはこれ通報虚偽表示というんですが例えば A さんと B さんとの間で売るつもりもないのに売ります買うつもりもないのに買いますというふうにお互い通じ合ってもう全然お互いにそんな気もないのに売ります買いますみたいに通報して意思表示をした場合にはその意思表示は無効ですだから例えば売買契約を結ぶよと売り主、買い主が言っていて実際、その意思は合致しているんだけどお互いに売る気も買う気もねえと。 そういう意思表示は別にそれは効果を持たせる必要はないでしょうだからその時には契約の効果は生じない契約の効果が生じないってことは所有権が移転しないってことです例えば売買契約だったら契約の効果っていうのは債権の発生と物件の変動ですから例えばお互いに売る気も買う気もねえのに虚偽の意思表示があったとしても無効だから売り主から買い主に所有権は移転しませんということを言ってるんですいいかなで,でただ2個 <laughs> 前項の規定による虚偽の意思表示は、あい善意の第三者に対抗することはできないとされています。で、前項の規定というのはこの第一項ですね。で、これで意思表示が虚偽だったとしても、善意の第三者に対抗できないとされています。で、詳しくはこれは民法の勉強の一回目でやるので、今はあの軽く聞き流してもいいです。善意の第三者って言葉、多分聞きなれないと思いますが、善意というのはいいか悪いかではなくて、法律の世界では知ってるか知らないか。 というのを善意の第三者というのは知らない第三者つまり虚偽表示であることを知らない第三者には対抗することができないでこの対抗できないというのも、まあ、民法の世界では何とか戦ったりするとかいうイメージではあるでしょう本来対抗というと戦ったり争ったりというイメージだけどもうちょっと、ね、ライトなんですよ対抗できないというのは自分の権利とか自分の法的効果を主張できないという意味です だよく言うのが例えば所有権を対抗できないというのは私が所有者だって言えないという意味ですつまり対抗するというのは自分の権利とか法的な立場とかそういったものを主張できないという意味なんですそうするとこの94条2項というのは何かというとまず原則として相手方と通じてした虚偽の異常じは無効なんですただ無効であることをそのことを知らない第三者が出てきたらその無効だって言えないよという条文です で、多分これで、うんってなるはずなんですよ。言われてることようわかんねえなと。まあ、なると思うんです。で、法律の勉強はもう、これは具体と抽象です。もう具体的な事例で、それを法律で抽象的な議論みたいなものに置き換えるし、抽象的なものは具体的に、えー、理解するってことになります。だから、もとにかく具体と抽象行ったり来たりする。じゃあ、これをちょっと具体化します、えー。具体化したのが次のページです。えー、事例1なんですね。 事例1をちょっと見ていくと A は債権者からの差し押さえを免れるため免れるため友人である B と示し合わせた上で A 所有のパソコンを B に売ったことにして B に引き渡しました、はい、まずこの事例1というのはまずこれ虚偽表示をやってますよねで通報した虚偽の意思表示になってます例えばこれであれば、えー、示し合わせた上で売ったことにしてます まあ一応、売ったことにしてということはこれ、<coughs> えー、通報虚偽表示がなされています。ということは、事例1というのは、A と B との間で、ちょっとお聞きしますね、えー、ちょっとこうしましょうか。いいいか通虚偽表示で 向こうですだからパソコンは B さんのもとにあるんだけれども、向こうってことは確認します、契約の効力がないということは、所有権は A のもとに戻ってます、向こうだから A が所有者で、つまり、えー、と所有権の移転はないんですよね、例えばパソコンが B のもとに置かれているとしても、あのもう一回確認するね、契約の効力っていうのは <laughs>、債権の発生と物件の変動なんですよ、いいよね。 債権の発生と物件の変動なんですよ。ということは、九十四条一項によれば、これは通報した虚偽の意思表示をしてますから、ちょっとここでちょっと書いておくと、九十四条一項の要件は満たしてるんですよ。この事例一では九十四条一項の要件を満たしているから、この場合えまあ効力は無効ですと。だけどその後第三者が登場してますよね。えー、引き渡しを受けた B は。 事情を知らない C にパソコンを売っ払っちまいましたっていうのが続くんです、まあ、何やってんだよっていう話になりますけどね、えー、こんな感じですね事情を知らない C に本件パソコンを売却して引き渡したということはこの時原則はどうなりますか、えー、原則は B は権利者じゃありません通報虚偽表示は無効ですから B は単なる無権利者ですでちなみに無権利者から買っても権利は得られません えー、権利っていうのはちゃんとちゃんとした権利者から買わなければ権利は移転できませんからそうするとこの AB 間は通報虚偽表示は無効なんだから所有権は A のものでしょいやもともと A のものを、えー、通報虚偽表示で B に売ったことにしてるけど無効だから A が所有者ですということは B から C は買ったとしても所有権得られないんですよただ94条2項があるでしょ94条2項があるから え何かというと、善意のの第三者にはその向こうが対抗でできないんですつまり A からしてみれば C に、俺、パソコンの所有者は俺だって言うわけですよ、C は。パソコン買ったんだから私がこのパソコンの所有者だって言うわけだけれども、A からしてみれば、いやいや、そんなことないよと、えー、これ、AB 間のこの通報拒否表示だから、無効だから、あんたは無権利者から買っただけだよと、もう B という無権利者から買っただけだから、あんたは所有者じゃないよって A は言いたいんだけど、その主張ができないんです、A は。 善意の第三者に対抗することができないから結局 A は無効主張ができないんですよだからその結果 C が所有権を得られるんですでこれが94条2項なんですよ、まあ、ちなみにこれ民法の1回目でもう1回やるのであのその時に、えー、とま,たまたかって感じでやってみますそうすると結局 C が所有権を得るんですよつまりこのように94条2項の善意の第三者に当たるならばもう一回口頭になりますけど A はその AB 間の売買が無効だってことを C に言えないんですで結果的に AB 売買が要するに無効だからあの私が所有者だって主張ができないわけですね でそうすると結果的には C は A に対して所有結晶ができるっていう、まあ、そういう条文なんです。つまり ここういういとですね。ちょっと書い,書いちゃいましたけれども、えー、こういうふうに、まあ、A は A から C に対して AB 売買が無効だよってことを理由とした所有権主張ができない、これが94条2項の善意の第三者に対抗することができないというね、えー、ごめんなさい。ちょっと字がちょっとふにゃんったちょっとなって、善意の第三者対抗することができないっていう意味です。 えー、税の第三者に対抗することができないというのはそういうことなんですね。でちなみにですけれどもこれがです、ねえー、事例1の問題なんですがちょっとここでちょっとあの確認します民法の1回目のちょうど触りになるんですがなんでこんな条文があるかというとこれは、ね、あの A と C の利益考慮なんですよこれって結局所有権を争っているのは A と C ですよねつまり A としては通報虚偽表示だから無効なんで所有権は B に移転してないよっていう主張でしょ。 C はいやいや、これ B から買ったんだよっていうね、じゃあ、これ A と C が所有権を争ってるわけだけど、どっちをこれ、保護しますって考えたときに、これ A っていうのは、自ら通報虚偽表示っていうことをしてる、ある意味、落ち度がある人なんですよ、A というのは、これ、奇跡性なんて民法で言ったりするんですが、A というのは、奇跡性のあるものなんですよね、それに対して C っていうのは、何も知らずに入ってきて、取引関係信頼した C でしょ。 どっちの方を保護すべきかっていう、力規格考慮利益考慮なんですよ。で、であるならば、やっぱり、虚偽の外観を信じた第三者をし、やっぱり保護すべきでしょうと。っていうのが、この条文の趣旨なんです。で、これをね、これ次のページにあるんですが、権利外観法律と言われてます。えー、もう一回94条載せてますけれども、権利外観法律と言って、で、これはね、あの、しっかり押さえておくといいです。つまり、本人、今回はさっきの例と、A さんが奇跡性があると。まあ、A に落ち度がある。で、虚偽の外観がある。 えー、虚偽の外観があるっていうのは、これは、要するに B が所有者であるような外観。これは、ま、言ってみればパソコンがさ、B の手元にあるみたいな話ですよ。えー、B の手元にパソコンがあるみたいな話でしたが、まあ、これは本人に奇跡性があると。そして、えー、虚偽の外観があって、そして第三者の信頼があると。えー、第三者っていうのは今回 C ですよね。で、あるならば、 やっぱり本人の犠牲のもで、えー、第三者の信頼を保護すべきだというのがこの権利外観法理っと呼ばれるものなんです。つまりやっぱり保護の必要性はやっぱり A と C だったらやっぱり C の方が上回るだろうと、えー。という考え方が権利外観法理と呼ばれるものです。で、そうするとまあこの94条2項っていうのがどうしてこういう条文があるのかっていうね、えー、これはまあもちろん法律で勉強します。 でじゃあ実際、ですねちょっと事例をちょ,っとちょっと変えてみます、ちょっと事例を変えてみると、えー、ページちょっと戻りますね、はい、事例2、じゃあ今度どうですか、これ、ちょっと似てるけれども、少し違うんですよ、A は税金対策のため、えー、自分の土地の登記名義、まあ、登記ってのはね、 あの誰が所有者なのかというのを、まあまあ、広く,第三者にしあ広く、ね、外部に公示する手段で登記簿を見ると誰が所有者なのかが分かるようになっていますで。これは登記といって,言って、ま、たこれ詳しくはまた民法でやりますから、えー、誰が、ね、所有者なのかといった権利関係を外部に公示する手段を登記といって、まあ、ちなみに登記があったからって本当にその登記通りの所有者かというのはそれは必ずしもそうじゃないんですよ。 ま、言ってみればね、こういう、こういうふうに税金対策で税金逃れるために、A さんが自分の土地を勝手に息子の B 名義にしてたと。で、それで税金対策してたんだけれども、B が本県土地を自分の名義になってると、あ、俺の土地に登記名義変わってるってことに気づいて、それを期間として C に売っちゃったっていうケース。まあ、これもちょっと見ていくとですね、2番の問題は、まあ、AB 間でま、勝手に登記をこう移したと。 A が勝手に税金対策で B 名義の登記にしていたところを C に売っちゃったと。で、C は何も知らないと。で、この時 C が所有権を得られるかっていう話です。A が所有者。で、この○とってのは登記。○というのは登記です。じゃあ、この時に、えー、やっぱりさ、これさ、C が所有権を得られないっていうのはちょっとおかしいよねと。 やっぱり C が所有権を得られるべきだろうというなんかそういう利益考慮はなんかできそうですよね A が税金逃れで勝手に B のところに登記を移して、まあ、息子名義に勝手に登記を移しておいてで息子はこれ幸いと C に何も知らない C に売ったんでしょうとなれば何となく使えあのさっきと同じような事例一と同じような関係が見て取れるわけですでただ94条の2項は使えないのわかりますどうしてかっていうとこの事例ではこうなってるんですよ 勝手にやってるんですよね無断で息子の B 名義にしていたってことは通報がないので94条1項2項が使えないんですよだからさっきの事例1と事例2の違いはこいつは、えー、無断でやってたわけだから要件満たしてないんです。 ということは、94条の2項での救済は無理なんですよ、C さんは。いやね、えー、通報がないってことは94条1項も使えないしましてや94条2項も使えません。えー、ということはあ、ごめんなさい、これこう書いたほうがいいかなあ、いいか、こ,このほうがいいかもしれない、ごめんなさい、通報がないので94条1項の要件は満たしてない。 で94条1項の要件を満たしてないということはそれを前提とする94条2項の直接適用はでできないんですよつまり今やってることはさっきの縦札でいうとこの分離解釈をしましたつまり94条という条文を分離解釈してみたところ AB 間の通報がないということは94条1項の要件を満たしてないから 94条2項でこの人を保護することができませんというそのまあ条文そのものでやってみましたただそれはかわいそうだろうってなるわけですよそれはちょっとかわいそうじゃないかとえむしろ事実例の1も例の2もどっちもこれ C を保護すべきだっていうそういう関係に立ちますよねそしたらどうするかっていうと一緒に考えましょう妥当性がやっぱりないような場合だったらこれを類推適用するんですよ類推解釈するんですつまり94条2項ってどういう条文でしたかっていうと あ94条2項は、奇跡性のある権利者、本人に奇跡性があって、虚偽の外観があって、第三者が信頼したら、その外観作質に奇跡性のある本人を犠牲にして、それを信頼した人を保護しようって考えたでしょ、じゃあ、これ、どうですか、虚偽の外観、まず、B 名義の登記があるという虚偽の外観がありますわね、そして、じゃあ、本人の奇跡性、これ、通報するのと同じぐらい奇跡性ないですか。 税金対策で勝手に投機名義を人に移してるってことは虚偽の外観を作る奇跡性は普通に A にあるで C は信頼してるでしょならば94条2項の趣旨が当てはまってるんだよねならば直接適用ができなくても累推適用によって同じ効果を認めようとさっきの馬車じゃなくて自動車も通れませんと同じように考えていくわけですよそうするとこのの問題の肝は えここですね通報がないというところがまず最初のポイントになるわけですよね。ということは94条1項は適用ない。ということは C も94条2項の適用がないでこのような状態になっているのになってしまうとでそれをどういうふうにまあ乗り越えていくのかというのが累推適用というやつです。 まあまあ、民法はとにかく重要ですでそうすると次のページでちょっとまとめちゃってますちょっと次のページちょっと確認しましょうかね、えー、6ページのところでやってるけれども、まあ、この事例には94条2項を直接適用することはできるかといったらやっぱりこれできないんですよ、えー、なぜならば通報がないからでじゃあ直接適用できないとしてどうして累推適用を認めていくのかというと まあ、それはどんぶり勘定でやっちゃダメですよ。なんか、かわいそうだからとかって、ダメで、ちゃんと積極説得的に。やっぱり九十四条二項の趣旨だよね。 まあ94条2項の趣旨で権利外観法理にあるとしてでそれがやっぱり妥当するんだよねということですよこの94条2項の趣旨が権利外観法理であれば直接適用はできないとしてもやっぱり事例にでも妥当するとしたがって類推の基礎があると。 まあ言ってみれば C の所有権を認めてもよいんじゃないかと、まあ、いうことになるわけです、まあ、詳しい話については、ねまあ、次回の講義でもあの次回とか民法の1回目の講義かな、えー、民法の1回目の講義でやりますけれどもつまりこの事例にでも打倒するというのはやっぱり A、奇跡性あるよね A、奇跡性あるよねでそして B 名義の登記、これ、取っても同意ですね、これが虚偽の外観だよね。があって、そして C の信頼と。ということであれば、この94条2項における、 えー、趣旨である権利外観法理が妥当するから直接適用はできないよってことをまずねあの類推適用する時には必ず直接適用することができないことを言わなきゃいけませんだからもうこの解釈論の基本なんですよもう条文でいけるかいけねえよってなった時にじゃあ類推適用っていうのが検討されるで判例もですねこれ類推適用を認めてる事例なんですよで一応このように えーまあ、条文の解釈をするにあたってはこの適類推適用というものも含めて解釈論はしっかり学んでいきたいじゃあどうしてもじゃあ、ね、条文でどうにも解釈できないような場合はどうするかというと、まあ、判例というのを使っていきますでもちろん条文の解釈についての判例もありますこの条文はこういうもんだよとかねこの条文の趣旨はこれなんだみたいなことはやっぱり判例でも示されます ですから、まあ、最高裁の判例としてこの条文はこういう趣旨なんだとだからこういうふうに類推適用できますよなんて判例もあるし、まあ、場合によっては条文がはっきりと、ね、一義的に定まってないような場合に最,最高裁が実際の事件の中で具体的な解釈論であったりとかを示すということがあります。こここれを判判例例とと言いいますううのはにここにもあるように 裁判所が裁判において示した解釈のことを言います、で特にこれはです、ね、あの今後、学習する中でやりますがあの最高裁判所が示したものを最高裁判例と言います、だからまあ、厳密に言うと、ね、判例、判例って言っているのは最高裁が言っているもので最高裁じゃなくて下級裁判所が言っているもの例えば高等裁判所とか地方裁判所が示したものは裁判例と言って一応は区別します。 ただ入門の一番最初の段階ではとりあえずあまり、ね、あのそこはこだわらずにだんだんあの学習を進んでいく中で区別あの使い分けていきますが、まあ、まずは、ね、あの最高裁の示したものが判例ということになりますが、まあ、裁判所が裁判において示した解釈論ということですでちなみにこれは、まあ、司法試験においてはもう判例の理解が圧倒的に問われますからもう条文と同じぐらい重要な位置づけになりますなのでそこはもう知識ですよね、えーまあ、どこがね厄介かというとね 条文は6本引きは載ってるんでねあので実際論文試験の場合には、えー、例えばですねその大学の学部の定期試験とかだったら6本持ち込み不可とかありますけど、まあ、一般的にあの司法試験予備試験法科大学院試験、まあ、そういった論文試験では6本は貸与されますから手元,にお手元にありますなので、えー、条文は引きはいいんですけど判例はね探しても引けませんから、えー、これはどうしても知識として持ってなきゃいけないじゃあ この判例を学習するにあたってはとにかく頭の中に入れていかなきゃいけないんですが、まあ、さっきまで民法ばっかりやってたのでちょっと経路を変えて,憲法なて刑法です、ね、ごめんなさい練習してみますがただ、この判例のちょっと厄介なところっていうのがありましてその最も、ね、裁判所というのは具体的事件の解決のために必要とされる限度での司法判断を示すにすぎませんでこれは憲法でも学習するんですがこれまで公民なんかでもさ 私たちの,その日本あの裁判所と、ね、いうのは付随的意見審査制といって,言って具体的な事件があってその具体的な事件に対する判断をその事件解決のために行うというのが、まあ、裁判所の役割なんですよ、日本では。なので、えー、どうしてもその事件ってのに着目されます。ななののででポイントは判例の射程なんですよ つまり当該判例の示した判断がどこまで及ぶのかということをしっかり理解していくことが重要になるつまり判例のポイントはねこれ他の試験とあの司法試験系との一番大きな違いこれなんですよ判例の射程という概念という概念なんですえまあ例えばですけれどもねある事件ではこういうふうな最高裁判例がありますでこの事件と 同じ事件っていうのは全く同じ事件ってないわけですよ。いいよね。全く同じ事件はなくて、どこかは違ってたりするわけですよ。じゃあ、その最高裁の判例が出した結論が、別な事件でも同じような結論になるのかっていうことは、ちゃんと意識しなきゃいけなくなります。で、これがね、他の資格試験と違うの。他の資格試験は基本丸抜でしょ。だから、例えば、えー、なんか合憲か違憲かで終わるんですよ。例えば、憲法ならば。 これは合憲である、これは違憲であるみたいな感じで、丸か罰かという形で結論を覚えていけばいいということが多くなります。で例えば刑,刑法なんかもね、まあ、正当防衛って聞いたことありますかね、嗅覚不正の侵害に対してや、事故または他人の権利を守るため、や防衛するため、やむを得ずにした行為は罰しないというのが正当防衛で、あの一応刑法でやる内容なんですが、ざっくりとどういう話か。 いきなり,殴りかか,き殴,りいい殴りかかられてきたら殴り返してもいいよというようなですごい雑に言ってしまえば殴りかかられてきたら殴り返しても正当防衛としてあの言ってみれば犯罪は成立しないというものです、まあ、詳しくはこれ違法性訴却自由と呼ばれていて、まあ、例えば殴りかかってきた人を殴り返したらこれは構成要件といって犯罪の成立上は傷害罪になり得るんですよね。 これ、は構成要件って言うんですけれども、えー、例えば殴りかかられてきたから殴り返して怪我させたら、それは傷害罪っていうのに当たるんですよ。だけど、やっぱりそういう急迫不正の侵害で、自分の権利を守るためにやむを得ずにやった。まあ、これは相当な手段で反撃したって意味なんだけど、その場合だったらやっぱり、それは違法性はないと。で、えー、犯罪は成立しないと考えられています。これはちなみに刑法で勉強します。じゃあ、このような事案ではどうでしょう。いきなり最初、私が、 私が今度ね、あの、問題になる人をします。私が誰かのことを殴りました。で、殴ったところ、誰、相手が殴り返してきた。で、殴り返してきたところを、おおと思って殴り返した。で、この時私正当防衛になるでしょうかという問題です。で、これは一般に自傷侵害って言われていて、例えば相手方の先、攻撃に先立って相手方に対して暴行を加えたと。まあ、まあ別に暴行じゃなくてもね、必要な挑発行為でもいいと思うんですよ。えー、例えば私が誰かに対して、いつもはさ、 全然反撃してこないような人に対して攻撃を加えてたと。でいつも反撃してこないからあの私の方で攻撃を加えてたんだけど、その日だけは攻撃してきた反撃してきたとで。反撃してきたからびっくりして殴り返した。で、この時正当防衛成立するでしょうかで、これは条文ないんですよ。条文,条文から明らかじゃないんですよ。で、これは最高裁判例があるんですよ。で、どういうふうに判例言ってるかっていうと、こうやって言ってるの。判例は 防衛者の反撃は何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況における行為ではなく、正当防衛は成立しないという判例があります。で、おそらく、あの、いわゆる担当式しかない試験だったら、これを覚えるだけなんですよ。もう自傷侵害は正当防衛になりませんなんですよ。すごい雑に言ってしまえば。まあ、簡単には自傷侵害って自業自得系でしょ自分からなんかね、えー、な殴って、 でそれで殴り返されたらさ,さらにそれに対して反撃するということはそもそも最初の,、ね、その自分が行った攻撃というものは読み水になって不正の侵害になっているわけですとなるならばやっぱりそれはいわゆる自傷侵害といって自分が巻いた種でしょ自分が巻いた種で不正な侵害があるんだったらそれに対する反撃行為は正当防衛にならないよという、まあ、そういうふうに、えー、判例は言っているんですよ、この事件の中で。じゃあ ああとりあえずそうかって勉強するんですがただ、これはあの論文対策としては正しくない勉強法です、えー、自傷侵害は正当防衛は成立しない以上ではダメなんですなぜかというとこの事件はちゃんと事案があるんですよねで判例を読むときには、まあ、これは講義の中ではかなり意識するんだけど事案をちゃんと見てくれと,、えー、と事例ではこう言っているのこれ特殊警棒事件とかラリアット事件と呼ばれるやつで、えー、とちょっと事案こんな事案なんです、えー <laughs> えー、コウが言、ねえー、い,い争いになった A の左頬をバチンと殴ったんですよで左頬をバチンと殴って走って立ち去ったで立ち去ったら A が、まあこれね、殴られた人ね、えー、自転車で追いかけてきたわけですよで自転車で追いかけて現場から2 6 5メートル先を左折し6 0ル進んだ歩道上で、まあ、大体1 0 0あそんなに遠くないですよね。 えー、いきなり例えば、コウが A の左方をバチコンで殴ってで立ち去ったところ A が自転車で追いかけてきたで追いかけて何したかというと水平に伸ばした右腕で、えー、後方からコウ、えー、の背中の上部または首付近を強く殴打したと、まあ、これあの、最高裁がラリアットを説明するとこうなんだね、えー、後ろ要するに自転車の上りら後ろからラリアットかましたわけですよでそしたらまあ水平に伸ばした右腕でコウの背中を殴打したそしたらこの殴られたコウがラリアットを食らったコウが持っていた特殊警棒でめった打ちにしたという事件なんですよ。 で、この特殊警棒事件の中で、この問題となっていたのはこの A が滅多打ちにしたことが正当防衛になるかが争われたんですよ。で、典型的な自傷侵害ですよ。最初に左方をバチンと殴って、で、それでバチンと殴ってラリアッとかまされて、それに対して特殊警棒で反撃したっていう事件です。で、この時結論は、あの、こういうふうに言ってんのよ。こういうふうに。え、さっきをね、 結論を引いたところは、これですよ皇の本件傷害行為は皇において何らかの反撃に出ることが当突される状況とは言えない行為なんだとは言っていますただ、条文では何て言っているかというと本件の事実関係のもとにおいてはと言ってますよね <laughs> でじゃあ実際、一緒に読んでみましょう皇は A から攻撃されるに先立ち A に対して暴行を加え,られて,いる加えているのであって A の攻撃は、公、えー、の暴行に触発されたその直後における近接した場所で一連一体の事件ということができ、まずね、ちょっとこれは最初に触れちゃうと、少しこう線の引き方をちょっとこうしています。こんな感じ、公の暴行に触発された直後における近接した場所での一連一体の事態であるということができ、はい、さらに次、甲の不正の行為により自ら侵害を招いたものと言えるから、 最後、A の攻撃が、こうの前期暴行の程度を大きく超えるものでないなどの本件、事実関係のもとにおいては正当防衛が成立しないと言っているでこれをちゃんと読まなきゃだめつまり、なんで今回正当防衛がラあの特殊警防で正当防衛が成立しないかというと順番で言うとまず真ん中の一つ目つまり、 コが自ら不正行為をしたんだってことですよね。つまり左方を投げるっていうバチコーンって行為がそもそも不正な行為である。そして二つ目。時間的場所的に一連一体なのよ。コの暴行に触発された直後における近接って場所で一連一体の事態。そして最後、丸三。A の攻撃がコの前期暴行の程度を大きく超えていない。まあ、言ってみれば A の攻撃ってラリアットでしょ。その A がかましたラリアットっていうものが の暴行つまり左方を殴るっていうね、バチコんで殴った行為よりも大きく超えてないの事実関係のもとにおいて正当防衛が成立しないとしてるんですよ。で、多分これだとなんかピンとこないかなというところもあると思うので、えー、ごめんなさい、ちょっといろいろと流れちゃってますけれども、そうするとここのところで、要はね、こういう事例なんですよ。いいですかね。<laughs> えー、特殊警防事件については、 ちょっとこの下の方にちょっと書きながら行くけど要はこういう事案だったんだよ、こうが A に対してまず1が左頬を O を出したとで、2がラリアットかましてでそれに対して3があごめんさっき1、2、3って書いてるけどこれはあの便宜上。 ラリアットでそして特殊刑法でこれがいわゆる、えーかまあ、特殊警報事件とかラリアット事件と呼ばれるもので,でこれに正当防衛が成立するかが問題になったわけです、まあ、詳しくは刑法でやるからね で、正当防衛が成立するかってことしないとされてる。で、この時判例が言っていたことって何なのかっていうと、この3つをちゃんと押さえてほしいの。つまり、この3つですけれども、カッコ1が不正であると。つまり、そもそも左方をバンと殴る行為が不正な行為であると。そして、カッコ1、カッコ2が、まあちょっと私の言葉になっちゃうけど、時間的、場所的、近接性があると。 時間的・場所的近接であると。時間的・場所的な近接性があると。で、そして最後にラリアットがカッ一ではないと。 だから、括、え、弧、ー、さ,さんは正当防衛ではないっていう判例なんですよね。で、でこれはね、あのちょっと大きく書しましたけれども、こんな感じで、ちょっとこういう感じですね。 で、確かにこうやって見ると、あ,あそうだなーっていうふうになるんだけど、これ何を私が今言いたかったかというと、この事案だから、このラリア、あの特殊警報に正当防衛が成立しないんです。ちょっと事案変えます。例えば、括弧1が左頬を殴ったんではなくて、えー、例えばその人に挨拶で肩をポンと叩いただけ。えー、いいかな。頬が A に対して肩をポンと叩いただけで、で、A がそれに対してやったら腹立てでラリアとかましてきたと。 いうことであればそれは判例として及ばない可能性が高いよねつまりこの1個目の括弧1が不正って言ってるけれども例えば左方をオーダーするんじゃなくてこれが不正な行為ではなくて肩をただトンと叩いただけであればそれはえとまあその特殊警棒さっきやりすぎだけどねあのこの判例としては及ばない可能性あるよねでじゃあ次にこれはどう左方を殴りましたそしたらラリアットでかましてきたんだけど A がね それが3日後とかだったらどうです ?3 日前の恨みみたいな感じでラリアットかましてきたら、それはさすがに、それの反撃は正当防衛になり得るよ。でね、つまり左頬を殴られてその場は終わってで、3日経ってから偶然見つけてこの野郎っつって3日後にラリアッとかましてきたんだったら、おお、何やってんだって反撃しても、それは正当防衛足り得るし、あとは丸3なんか、これ典型です。左頬を殴って直後に自転車で追いかけてきた。 で、左方を殴って立ち去ったところ、直後 A が自転車に乗って、こう追いかけてきたけれども、それが仮にチェーンソーとかで追いかけてきたらどうですかって話です。もうチェーンソーでもうなんか、もうすごい勢いでもうやってきたんだったら、それに反撃は正当防衛になり得るよね。つまり、この左方向だとラリアットを比べたら、まあ今回この事案では、この括弧1の程度をカ2が大きく超えてないから正当防衛にならないって言ってるわけでしょ。だけどこれがもし仮に、カッ1の程度をカ2がめちゃくちゃ超えてくると。 さっっき言ったように左頬を殴っただけなのにチェーンソーで襲いかかってきたということであればやっぱりこの3の射程が及ばなくなるだろうから正当防衛になりうることになるつまりこのように事例問題においては判例は射程ですもう条文は解釈判例は射程という感じですあの肝はそういうところがやっぱり聞かれるでそうすると今回この事例とか話をしっかり理解できているとまあこれですね 今回はこの事例においては、ごめんなさい、えー。今回はこの事例においては、こういうふうな理由で正当防衛を否定したわけでしょ。えー、これについては、こういうふうに、まあ、このような理由で正当防衛を否定したわけです。まあ、このような理由で正当防衛を否定したわけだけれども、ただそれはあのちょっと解説じゃなくてね、あの、 7ページ見ていただけるとこの事例と半紙をしっかり理解できていれば正当,防衛が正,当正当防衛が成立する余地はあり得ると、まあ、いうことですで特に予備試験の論文とかだと、まあ、これ予備試験に限らずにはあるけれども特に予備試験に顕著なのはこのようなものを聞いてきますつまりパッと見たきに 何か最高裁の判例と事案が類似しているようなものが出てきていてでその当然知識は前提とするんだけどその判例の正しい理解ができてるかどうかっていうのを射程を問う形で聞くみたいなものは多く出てきますで受験生は大きくここで差がつきます、えー、なので判例読む時は結論じゃなくて事例も読もうねっていう形 で特にあの入門講座のまあ,ある程度導入的な話をすると、まあ、私のクラスなんかではこの入門講座の中でできるだけ判例は事例で意味があるものね、えー、失敗の意味があるものはちょっと事例も見ていくのでそこはぜひあの、まあ、学習の時に最初から意識しておくといいかなと思います、まあ、やっぱりあの担当式はみんな受かるんだけどやっぱり論文式ってなってくるとそこの部分で差がついてきますということですね えまあ担当式から論文式という,うにステップアップの中でやっぱり論文ではその射程っていうのが問われるということになります。でちなみにじゃあ判例がないときはどうするか、まあ、これは一応コメントで入れておくと、まあ、条文判例の順番でまあ大体学習はしていくわけですがじゃあ判例がないときはどうなるかというと、まあ、全くあれです、ね、あの何もない世界ということになりますでここでは一般的に学説というのが出てくることがあります。つまり学者の見解ですでこれは 判例の結論が妥当じゃないようなものの中にはあるんですよ。その戦後間もなくの古い判例でもうこれは洗礼としての価値がないんじゃないかとか、まあ、判例はこうやって言ってるけれども、これはさすがにおかしいだろうっていうふうに、学者さんの10人の9人が言うようなものも中にはあります。そういったものだったら、やっぱりそれは判例はこう言ってるけれども、まあ、やっぱり学説上、こちらの方が妥当だっていうふうに考えますっていうのはやっぱりあるし。 でそうすると、やっぱりこの学説っていうのは学者の解釈に対する見解で、まあ、判例の結論が妥当でない場合であったりとか、まあ、それからそもそも判例がない場合に意義があることになりますが、ただ、学習においては学説の割合は、もう全体の10%を切ってきます。その学習内容としては。なので、あの、ただ、じゃあ、どういう時に学説が出るかっていうと、やっぱり最高裁の判例はあるんだけど、これはちょっとまずいだろうみたいなのは、やっぱりあります。各科目で。そういったものについては、こういうふうに、 あのあの判例はあるけれども、やっぱりここは問題があるからこういうふうな考え方を取りましょうねというのが一部あるので、そういうときにはこの学説というのが一応出てきます、そうすると、ちょっとまとめ,まとめると、はい、この括弧3というところですかね、ページ数でいうと、6ページじゃなくて、六ページね、六ページの真ん中にあるとおり、基本的な検討順序は条文、判例、学説です。で、条文はまずそのまま適用できるか。 分離解釈によって適用できるかで分離解釈がうまくいかない時には目的論的解釈で何とかしていくとで,でもしその条文で一義的な解釈ができないもしくは条文の解釈に争いがあるような場合とか条文にそもそもないものは学説ではなくてあ判例に行くわけですで最高裁の判例というものを参考に考えていくとで最高裁の判例がなければ、まあ、学説で えー、まあどういうふうな学説があるのかっていうことをやっていくというのが一応の順番になってきます。で、そうすると、まあ事例問題の方法っていうのは基本的にそれでいいんですよ。だから、この解決指針ね、まあちょっと下に事例判断の方法ってありますけれども、まあ条文要件を指摘して、で、条文解釈が必要な場合は適切な解釈とか判例の規範を示すと。で、実際事実を当てはめて、そして法律効果を説明するっていう順番になります。だからまず、 これも要件効果なんです、究極的にはもう条文が最初にあるから条文があってその要件をまず示すと、でこれがそのままできるんならいいんですよ、で解釈が必要ならば条文の解釈もしくは判例の立場、そういったものを示して、であとはそれを具体的に当てはめる、まあ、さっきのラリアット事件のようなものだったら分かりやすいかな。 え、その判例の示した、まあ、これが規範ってことになるかな。1が不正で、1、2が時間的場所で近接性があって、2が1を大きく超えるものではないみたいな場合には正当防衛は成立しないよって言ってるから、じゃあ今回の事例がそうなのかを当てはめていくんです。で、それで最終的に結論を出していくっていう、まあ、そういう流れになっていきますが、これは詳しくはまたね、あの論文基礎力、え、要請論等,等でもまたやっていきます。で、そうすると、ま、条文がこうやって解決していくという内容になっていく。じゃあ、 えー、さらに、ね、結論的なところとしてはもうこれで大体ほとんど終わったんですが実はなんか置きっぱなしになっているところが1つあったんですよね、えー、と事例の2ページじゃあ結局、これどうするというと自己、まあ、完成後の承認はいかなる効果を生じるかなんて話がありましたがこれは判例があるんですよ、えー、実は。自、え、己、ー、完成を知らずにした、えー、債務承認。 これはちょっとねストーリーを思い出しながらということになりますけれども、これは実は判例があります。じゃあ、どんな判例かというと、こちらはえとね9ページを見てもらいましょうかね、9ページでちょっと判例がありますから、こういうふうなものがあります。ちなみにこれ、レジュメの中で、特に積極的に言及していないところというのはあまり気にしなくていいですかね。積極的にに言及してていいなところについては あの、特に今日のね。今日の講義の冒頭でも言った通り、あのがっちり復習するよりは全体像をつかんで、全体で講義で話された内容ってのかな？その流れみたいのを、とりあえず掴んであ、こういう風うにやっていくんだっていうところを理解するっていう感じでいいと思うんですが一応こういう判例があります。時効の完成後、えー、債務者が債務の承認をすることはえー、時効による債務消滅の主張と相容れない行為である。まあ、考えてみたらさ、時効が完成したのに債務者が債務を認めるってことは？ やっぱり時効消滅の主張とは相容れない主張ですそうすると相手方は債務者がもう時効を延用しないと考える趣旨であるのが延用をしない趣旨であると考えるであろうからその後においては債務者は時効の延用を認めない債務者やねというのが審議則上相当であるということですで審議則という言葉もまたやりますけれどもこれは、ね、要するに相手の信頼を裏切らないという一般原則です まあ私たちが日常生活を営むにあたってはね社会生活ですから人との付き合いで生きるわけですよで人との関わりで生きるときに相手方に信頼が生じたらそれを裏切っちゃいけないよというのが真偽誠実の原則というものでこれは民法の一般原則としてまあ民法で学習していきますそうすると、これね、事項完成後の債務承認についてはこう言ってますつまり、債務者が事項完成後に債務をあの承認することはやっぱり相手方が信頼するんですよ、もともと。その もう自己ししないと考えるでしょ例えば、まあ、私が債権者の立場だとします債権者であってもうね、弁済期からもう5年、10年とっくに過ぎてるともう弁済期からもう20年ぐらい経ってそれで債務者がねあ、私はあんたにお金借りてるよってもし言ったとしますよね、そしたら私としてはお金貸してる側としては、あこの人はもう自己を使わないなってことは信用しますよね。 もうそのもうすごい何十年経ってさもう明らかに時効が完成しているのにお金返しますからとか言ってくればああこの人はもう時効は使わないんだという信頼が生じるんですよ。それれがこれじゃない、えー、時効による債務消滅の主張と相容れないものだから相手方においては債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると考えるであろうからならばその債権者の信頼をやっぱ守るべきで債務者には時効の援用を認めないんだって返するのが、えー、審議則に照らし相当であるとしています。 で一応これ下にチェックシートの、ね、私のほうで入門講座で使うチェックシートの方でも一応写しましたがやっぱりこういういうに、まあ、一,般一般論はこうなるわけですだから覚え,てで覚えるときには例えばこういう形でまとめられるかな事項、えー、完成後にその事項完成を知らずに、えー、債務の存在を前提とする行為、えー、例えば債務承認などの辞任行為をした場合にはどうなるかというと、えー、審議則上時効の援用は許されないんだと。まあ、ここですね 債務者が時効の完成を知らずに債務承認をした場合その行為は時効利益の放棄とはならないが審議則上時効の援用は許されないということになると、まあ、いうことになりますでちなみに、ね、あのこれは後で勉強する内容だから軽く聞き流しでいいんですがこれ時効完成を知りながら返しますといった場合は一般的には、ね、146条の時効の利益の放棄とうう考えられています。 まあ大体例えば、時効完成があって通常、それ債務承認する債務者というのは時効完成していることを知らないんだよね、時効完成していることを知らずに返しますとかね借りてますと言ったりするわけですよ、もしそもそも論として、時効が完成していることを知った上であえて認めますと言っているのはこれは146条で掲げている時効利益はあらかじめ放棄することはできない、これは時効完成後は放棄できるんですよ。 つまり時効の利益を受けるかどうかっていうのはやっぱりその人が決めるんです。で、そうすると時効が完成した後は私はもう時効使いませんって言ったら時効が使えなくなるんです。で、これを時効利益の放棄って言います。で、時効完成したことを知りながら返しますっていう行為は、これは通常時効利益の放棄と評価していいでしょうね。いいですかね。つまり時効が完成した後に時効完成の事実を知りながらあえて債務承認をしたっていう場合には、それは時効利益の放棄と評価できる。 となりますですから、時効利益の放棄ということだとなれば、そもそもそれは時効が使えなくなります、もう時効という利益をもう放棄してますから、使えなくなるというのが条文であります、でただ今回、この問題で、事例で問題になったのは、やっぱり知らないで債務承にしている事例なんですよね、えー、まあここにある通り、えー、この時効完成を知らずに、えー、この時効完成後ね、 時効完成後に、時効完成を知らずに債務承認をしたという場合ですで、この場合にやっぱり知らないものは放棄できないんで、いいですね、知らないものは放棄できないでしょ、だからさっきも触れた通り、時効が完成していることを知りながら認めますだったら、それはもう時効の利益を意図的に放棄しているのと同じだから、まあ、時効の援用がもうできなくなるよっていうことになるんだけど、知らなかった場合にやっぱり放棄とは言えないんですよ。 やっぱり知らないものは放棄できないからだから放棄ではないんだけどその審議則上、援用ができなくなるという判例があるそうするとこの判例を知ってたかどうかという問題に行き着いてくるよねそうすると、えー、戻りますけれどもこれが、えー、このほぼラストに近づいてきましたが、えー、判例は自己感性を知らずにしているでおそらくこの問題は知らないという前提でいいと思うんですよね自己感性を知らずにしているというのを前提とするとこの判例の立場からするとはい、えー 債権者の信頼があるからね。まあ、そういう形で、つまりもう時効は援用しないだろうと。まあ、債権者の信頼っていうのがありますから、そうするとやっぱり債務者は、えー、時効完成後については、この効果が生じる。審議則上を時効を援用することができないという効果になっているというのが判例なんです。で、理由は債権者保護さんです。債権者の信頼があるから。で、そうすると、まあ、これは効果としては、つまり、 まあこれはあの繰り返しになっちゃうけど、審議則上の時効延用権喪失っていわれてます。つまり、いかなる効果かというと、それはまあ端的に言うとこうなんですよ。時効完成後の承認というのがいかなる効果を生じるのかというと、端的に言うと、審議則上の時効延用権喪失と。 ま、有効化が生じているってことになる。そうすると、この事例については一応判例からすると、この、時効更新についてのところですね。えー、X が Y に対して、えー、この X の権利を承認したんだと。えー、令和21年に承認した。これは時効の更新だっていう主張は、これはちょっと無理だと思います。時効の更新ではないんだけれども、ただ結論としては、時効の更新ではないけれども、ただ、もっとも、えー、これ、えー、Y かな ?Y は、 Y は自己応援をすることはできないってことになりますから、えー、結論としては X が勝つかなという、まあ、そういう事案です、えー、X が勝つかなという事案ですでただこれ今日のもうまとめみたいになってくるけれどもまあなんか一応この事例問題の考え方っていうものを少しまあやっちゃうといいかなと思いますでちなみに今回この問題ではあ,のある程度 かなり細かくやってるけれども、学習がまある程度ガンガン進んでいくと、もういきなりこれは審議則上の自己円要件創出だって主張します。あの、更新は、例えばね、この問題あの、ちょっと最後にあ、ちょっと勉強されたことがある方とか向けにちょっと言っておくと、あの、かなりこれまどろっこしくやってます。それはもうあの、最初だから。あの、もし本来だったら X は、 ま、本来だったら X は Y に対して、令和21年の10月7日に Y が X の権利を認めたってことをやってるわけでしょ。ただこれはもう審議則上の栄用権喪失だってやっちゃいます。あの、普通だったら。あの、ですが、ま、今回はちょっとこの、争点を形成して判例使ってっていう練習のためにちょっとこの、あの、正直時効の更新っていうのは時効完成前にされるもんだから、時効完成後の承認は、 更新ではなないよなんてこれ実はその定義上当たり前の話だからわざわざこんな風にあのこんな細かなキャッチボールなんかしないでもう当然、この自効完成後に承認することがその権利自効完成後にその権利を認めることっていうものが、えー、時効の更新にはならないっていことは結構当たり前なので実際、あのこれがねその 当事者がやり取りするときには、まあ、時効の主張に対して、えー、最初に再反論かな、X の再反論としては、もう権利が承認したわけではない,ごめんなさい、えー、権利承認があったで、時効完成後の権利承認は、審議則上、援用できないよっていうふうな主張にはなると思うんですけどね、あの一応、ちょっと今回はその辺は、ちょっと細かく言ったり来たりしてみました。で、一応、ここまでが一応あの、当たり障りない回答になるんですが、ただ、これも、判例が出てきた以上は、必ず射程は意識してください。 これなんで審議則上栄養権を喪失したかっていうとあのあれでしょ債権者の信頼が生じてるからでしたよね債権者の信頼が生じてるからですねじゃあもし仮にこれ事情を少し変えると X が令和21年10月7日に貸してくれ返してくれっつ言ってるけどこれもし仮にですよ X が時効完成してんのを分かっててうっかりこいつ認めてくんねえかなと思いながらあえて Y に催促したということであれば これ X を保護する必要性なんかないですからねつまりそのこの審議則上の時効延用権喪失っていうのは基本的には判例の射程については一応検討はしとく必要があるいいですねつまり審議則上時効延用権を喪失した理由っていうのは、まあ、繰り返しますけれども X が要するにもう時効延用しないというふうに信頼するわけですよ認めれば えー、認めればね自己栄養しないんだってことを信用するわけですよ。でその信頼に対してなわけでしょう。いいですよね。じゃあただ話を少し、えー、と戻りますが、えー、いいですかね。<laughs> じゃあその時にえー、と。 さっっき言たたみたいにじゃあ、時効が完成した後に X があえてそのやってると、Y がもしかしたら、ね、あの認めれば、ね、時効要件を喪失するから,だから時効が完成したにもかかわらず X があえて Y に対して、えー、こうやって催促して、まあ、ワンチャン認めてくんねえかなと思ってやったら Y がまんまと騙されたというか Y がまんまとあの時効完成したのを知らずに認めた、X よっしゃみたいなね。 そういう話だったらこれ、審議則上の保護を与え,与える必要ないから、判例として及ばない可能性もあるということは見といてください。で一応、そんな形で、ね、争点解決心あたりは、えー、見ていくことができるかなとは思います。でちなみに、えー、最後にこの問題については一つありますあの。民法にこの問題として、だつきましたけれどもあの、これから皆さんが学習するものっていうのは、まあ、民法だったら、まあ、もちろんね、その実態法として民法って扱うんですが、 他にも民事訴訟法というのがあります。で、法律の分類っていうのは、えー、っとごめんなさい。法律の分類についてはあ失礼しました。えー、っとこちらですね。ごめんなさい。えー、っと公法と司法の区別というのを７ページやりましたけれども、ちょっともうちょっと踏み込んでいくと実体法と手続き法ってのもあります。で、実体法っていうのは例えば例としては民法です。 民法というのは権利の発生とか消滅とかそういったものをルールを決めたものですだからどういう時に権利が発生でどういう時に権利がなくなるのかみたいなえそういうことをえ言うものがまあ民法ということになりますでそれに対してあのまあ民法というのはあるわけですが民事訴訟法というのもあるんですこれは何かというと権利が仮に発生しても相手がさ要するに協力してくれないら実現できないんですよだ例えば金貸したら論理的には返せって言えるわけですよ だけど、相手が金返してくんないんだったらどうするかって言ったら、裁判で勝って強制執行すると、まあ、いうことが必要になる。つまり、裁判で権利を実現するための法律っていうのが、その、手続き法なんですよ。だから、例えば民法と民事訴訟法の関係っていうのは、民法で権利が発生したとか、権利が消滅したっていうのはな、権利の所在みたいなものは民法で決まっているだけど、それを実現するためには訴訟が必要なんです。で、その手続きが民事訴訟。まあ、裁判で勝てっちゃう話ですね。 で、実はだから刑法と刑事訴訟も実は同じなんですよ。刑法って何を決めてるか。あれは国家の刑罰権の発生を基礎づけるんですよ。つまり窃盗をやったらこういう風うな刑罰になるよって書いてあるわけでしょ。あれは国家の刑罰権の発生なんですよ。で、刑事訴訟においてそれを実現するんです。刑罰権を。つまり刑事手続きによって、まあ、有罪判決によって刑を執行するわけでしょ。とすると、この実態法と手続き法っていうのは、要するに実態法っていうのはこれは権利の発生ですよ。 からまあ例としてはまあ権利の発生、消滅を定めたものがまあ民法ということになります。これは実態法、それに対して手続き法というのはその発生した権利の実現です。 ということはこれはまた別途民事訴訟法というところで勉強しますつまり、なかなか大変なのがですねえまあ民法でえ一応、この主にねあと、正文法と不文法というのは正文法というのはちゃんと法律として明文化あるもの不文法というのはまあせ法律上条文として書かれていないもので慣習法とかそういったものです。 で私たちがこれからあの入門講座で扱うのは基本、成分法です。あのちゃんと6法に書いてあることです。えー、6法に書いてあるものというのが成分法で、でとは言っても、ね、その成分法になっていないようなものというのもやっぱりあるので、えーまあ、それは慣習法とかそういったもので、不分法と呼ばれるものもありますが、基本的には私たちがこれから入門講座で扱うものは、まあ、6法に載っている成分法ことになる。そうすると、実態法と手続き法の区別は結構重要で、あの よろしいですかね。はい、でそうするとじゃあ民法の問題というのはどういうこれが例えば論理的に金返せと言えるかという問題ですがじゃあ民事訴訟法だったらどうか。 これは要するに論理的に金返せっていう請求権があるかどうかっていう話とは別に裁判で勝てるかっていう話になるんです。で、これちょっと問題の例の2年、ね。これでまあちょっとラストになりますがはい、中身としてはこれが民事訴訟法の問題だったらどうですかと。この100万円を請求することができるかって書いてあるものは一応民法だったら請求権があるかどうかって話です。で、論理的には請求権はありそうですよね。ですが 例えばこれが裁判で勝てるかという訴訟法の問題になるとちょっと経路が変わるんですなんでかっていうと訴訟にはね1個ね大きなルールがあるんです主張立証責任っていうルールがあるんですつまり自分にとって有利なことを主張するときにはそれを証明しなきゃいけないんですで証明することができなかった場合にはその事実は認めてもらえないんですよということは例えば X が金返せっていうためにはまず証明しなきゃだめです貸金返還請求について でいうことですだから例えばですけれどもこれね複雑なところだけどこれ一応借用書があるかどうかは明らかではないけどまず借用書がないと非常に怖いですよねですがまず最初 X がこの587条で金返せっていうためにはまずはちゃんとそれを証明しないといけないんですよその要件事実をそうすると、まあ、お金を貸したっていうのが仮にこれが借用書があるのであればその借用書を使って証明できますで今回借用書あることにしましょう まあ借用書がなかったらかなり苦しいよね。だって Y は借りてねえって言われたらどうぞ証拠を出してみろって証拠がなかったら終わっちゃいますから。じゃあ、とりあえず今回はこれ借用書がなかったらもう勝ち目ゼロなんだけど、借用書があったとしましょう。だからとりあえずこれはいけそうですね。まあなんとか返せた。あ、これなんとかその貸金返還請求は証明できた。そしたら今度は Y が時効で消滅したってことを言うわけでしょ。これ証明することめちゃくちゃ簡単なんですよ。だって時間が経ったってカレンダーからわかるから。 えーででね、もう弁災期から5年経ったということを証明することはそれは暦の事実ですからそもそも証明いらないので、えー、Y のターンはおしまいですじゃあ次にごめんなさい、ねえー、Y のターンとしては、えー、問題ないですじゃあ次にですね X の側はどうでしょうじゃあ今度はこれが令和21年10月7日に権利を認めてもらったつまりちょっと厄介なところがありますけど このやり取りがあったってことを証明できますつまりこのやり取りがあったことを証明できれば X 勝てるのよ。だけどまあ実際に貸した金返してくれと口頭で催促してもうすぐ大きな収入入るから待ってくれって懇願したっていうことが例えばこれが記録として例えばね、えー、何か残ってたり、まあ、メールとかね、えー、LINE とかそういったもので残ってたりとか録音記録が残っていればこの事実があったことを証明できるからおそらくこの この通り勝てるんですよだけど証明することができなければこの事実があったとは認めてもらえませんからそうすると X 負けますとなるとやっぱりこれ証明っていう話になってくるとこれ例えばよくあるのがね、まあ、全然あの法律の勉強とはちょっと先になっちゃうけれども例えばこれがね実務課で例えば、まあ、弁護士になったとしましょう弁護士になって例えば法律相談でこれ聞かれたらまず最初に聞くことはその記録があるからですかね あの理屈上勝てるよ、これは。この相談があったら。あこの相談があったら理屈上は勝てるよと。じゃあ先生、勝てるんですねって言って帰らしちゃダメよあの。勝つためには、まず、まずそもそも借用書あるかいって聞かなきゃダメ。借用書なかったらこれ、争われたらきついよと。で、借用書あります、先生って言ってね。で、弁済期ちゃんと令和4年1月以日になってます。ああ、そうかって言って。じゃあ、さっき言ったこのか貸した、年末まで待ってくれって言っ,て言っ,て言ったってことを証明できる。 ということをまず聞いて、証明できないってことであれば、これもしかしたら相手が争った場合には、こっちが証明できなかったら負けちゃうよっていうふうに言わなきゃいけない事例なんですよね。なので、そこが民法と民主の違いなんですよ。民法は理屈なんですよ。理,理屈というか、請求権があるかどうかで、それを実現できるかってなった場合には、もう一つ変わった話になる。それがまあ民事訴訟法ということになります。で一応、ここまでのところが、えー、今日の講義ですが、まあ、一応、この最後のね、この、 時効の更新の下りはねその結構、これはさっ,きさっきも言った通りその時効完成後に時効が更新するってことは通常ないからねあのこれはちょっと一応学習の便宜上です、ここはあの。時効が更新するんだっていう主張を一応、X にはさせました。えー、一応ね、えー 令和21年に認めたからこれは承認があったから時効更新するんだとうう一応 X に言わせましたが当然、これは時効完成前じゃなければ更新しないから更新生じないよということはねあのこれは当然っちゃ当然の話なのでえと一応、学習の便宜上は一応こうやってやり取りはしましたけれどもあのまあそこはまあ実際のところはもう明らかにその時効完成後にその認めたというんだったらこれは更新にはならないよ。 えー、そこはぜひ、えー、確認しておいてください、えー。で、一応ここまでのところがですね <laughs>、えー、まあ、内容としてやった内容ということになります。で、えー、と一応最後、これでもうおしまいなんですが、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、8ページかな、最後ね。えー、一応まあ、これについては、なんか一応触れなきゃいけないかなと思っているのが、 えと一応、って言っちゃいけないんですけれども、あのセブンサミットって、一応、全体構造編というものがあったと思います。あのこちら、ね、で、一応、使い道っていうのは、まあ、最後にちょっとだけ、あのまあ、次回の話ということを言っておくと、基本的にはこのセブンサミットっていうのは、まあ、辞書としての使い道を想定しています。 ですから、例えば、ちょっと戻りますけれども、あの、民法とかでもそうですね。ま、民法だったら、え、例えばセブンサミットっていうのが、まあ、あって、で、ただ、私の講義の中では基本的には、あの、講義メモ、え、それからチェックシート、で、科目によっては事例問題集という形で、ま、チェックシートは、ま、どちらかというと暗記用とか、 まあそういう復習用の教材で、まあ講義の中では主に講義メモっていうのをベースとして使っていくことになりますけれども、まあセブンサミットでは、その本当に全部のことというかね、あの辞書のような形になってますから、まあ実際入門講座の中で必要な知識っていうものをどうやってね、 選別していくのかというのはそこはもう私の方でもうで必要な知識というものを、まあ、レジュメの形でまとめてますので講義の中ではそのレジュメに沿って進めていきますなので、まあ、通常これから、ねまあ、民法の講義をやっていく中でもその、まあ、講義メモで書かれていることをしっかりと文脈含めて解説をしていってそれでまあ理解したものをしっかりチェックシート等で定着していくという学習スタイルになりますからあのセブンサミット自体を例えば、まあ、持ってきてもらってそれでそれを講義の中でがっちり参照するということはないで のであの一応まあ講義の中で持ってきてもいいけどあくまで参考資料になりますむしろ使い方としては復習する際に何だか忘れちゃったとかねで講義でまあ聞いたところをもうちょっと深くやっておこうとか、まあ、判例をまあちょっともうちょっとなんか事案も含めて見ておこうみたいに、まあ、ある程度まあなんか学習で疑問点が生じた時とか、まあ、学習上、ちょっと まあ深くやっておきたいなというときに辞書的な使い方でやるものですから、どちらか参考書とか敏乱に近いものになりますのでえセブンサミット自体は抗議の,の中では積極的にえまあな,んかないと困るというものではないという形になりますのでえ持参するのはとりあえず抗議メモとチェックシートとまあ民法の場合には事例問題集についてはしっかり持ってきてもらうのとそれからあと、6法ですね6法については判例のついていない6法 固有名詞言ってしまうとまあ一般的には書店で売っているものはデイリー六本とかポケット六本というやつですねえでどちらかは本当に好みによりますのでえまあ実際にまあお手元にちょっと手に取ってねそれでまああの使いやすそうかなという,もう本当に使いやすさというのはもう見た感じです。 もう見た感じちょっと読みやすそうだなとか使いやすそうだなって方をまあ準備しておいていただければいいかなと思いますで。講義の中ではとにかく6歩を引くっていう作業については常に行っていきますので、えー、まあ講義で使うまあレジュメ類ですね、講義メモチェックシート、事例問題集と、それからあとは6歩についてまあ持参してもらえればと思います。で民法の1回目の講義の時にもまあ触れるんですけれども、基本予習は不要です。えー、まあ予習は不要で、 まあ実際にあの復習を徹底的にやってもらうっていうのがやっぱりね、あの学習効率上いいので、基本毎回の講義っていうのは予習はせずに普通に来ていただいて、それで講義も納得してもらうってことが中心になりますので、理解納得を中心に進めていって、それを復習でまあじっくり定着させるっていうスタイルになりますからま、まずは民法を数回でね、 だいたい進め方はだいだイメージが湧いてくると思いますのでえまあ民法の1回目あたりから早速内容入っていきますのでそこは見ておいてくださいでそうするとこの入門講座においての,その全体構造の,このセブンサミットというものもまあ位置づけとしてはその参考的な位置づけになっていますえですのでまあ私はとりあえずおすすめしているのはあ,のまあ,ある程度、全体構造編の中で各科目ごとみたいなのがあるんですよね。 でそれは科目が終わっっててかからでいいかなと思ってます、まあ、科目が始まる前に、えー、見るよりは、まあ、科目が終わった時に全体像をパラパラ見てあこういうふうな科目だったなというところを確認していくという使い方がいいかなと思いますが、まあ、逆にあの講座が始まる前に全体構造を読んじゃうと,ちょっと予習っぽくなって負担になるんですよね。 まあ予習っぽくなっちゃって、まあ、知らないことを読むということはなかなかあの負担になってくると思うので、えー、まあ一応推奨しているのはそのまあ各科目が終わった段階でまあ全体の復習という意味でパラパラっと見ていくという、まあ、そういう使い方がまあ全体構造編のまあセブンサミットではまあ,あえての使い方ということになります。でまあ、主ににににセブンサミットつついいててはは本論編で使うまあ民法以下のものも実際に 必要十分な量というかしっかり量としてはありますからなんか分からないことがあったときにはその参照するにおいては、ね、あのすごく使い勝手はいいと思いますのでそちらの方はまはしっかりお手元に置いて調べ物であったりとか、ね、学習する際にまあ参考にしてもらうということになると思います。で一応まあ内容としてはここまでということになりますがあとは最後ねあの今日、全体構造編やりましたけれども一応事務的なものとしてはあの今日、講義で書いたものね えー、についてはあの PDF の方でレジュメアップされます。でこれは民法も全部そうで民法以下もそうで、えー、一応。 まあ今日テキストでやったというデジタルテキストの形でやってますからでこちらで私が書いたものは全て PDF の形でえとマイページですかねマイページのレジュメ欄に後日アップされますのでもし講義を受けるにあたってちょっと書くのがしんどいとかねもしくは書き逃しちゃったみたいなところはまあ特に気にせずねあのまあ特にこれ民法以下の講義でもそうなりますえ民法以下の講義でも多分聞いててえなんか書いていくのに夢中になっちゃってえちょっと話が頭に入んなかったみたいなことがないように あの基本的にはこの書いたものはすべて、えー、レジュメ化するので、まあ、場合によってはねあの講義を受けるときにはもう聞くことを集中してしまってでそれでまあ 実際に後日、その、ウェブアップされたものをレジュメとして、出てきたものを、例えば PDF をダウンロードして、それの方でも補充するっていう使い方もできますので、まあ、どうしても私の講義なんか特徴としては、なんか書き込んだり書いたりする量がどうしても多くなっちゃうので、まあ、そこの部分とかは、まあ、後日 PDF でアップされることを前提に、あの、受講していただけると、まあ、おそらくは使い勝手がいいのかなというふうに思います。では今日は、まあ、一応全体構造編ということになりますけれども、次回からは、まあ、本格的に民法の第1回から進めていくことになりますので、まあ、今日やったところを、ね ざっくり見直してねそれで本論編の方に進んでいただければというふうふに思いますでは本論編については民法の第1回ということでセブンサミットは一応セブンサミット1に該当するところということになりますけれども順次進めていくことにいたしましょうそれでは本日の全体構造編の講義全体構造編全1回ということになりますから全体構造編の講義は以上といたしますそれではお疲れ様でした